こんにちは、中地です。中地のフリースロートークラジオ、めちゃめちゃ久しぶりに撮っております。この動画じゃないな、もうラジオだな、が上がる頃には2014年も残すとこ数日になってるんじゃないでしょうか。本日はちょっと2014年総集編のようなラジオになりますので、ぜひゆっくり作業しながらでも聞いていただけたらありがたいなと思います。それでですね、まあ僕一人で喋っててもしょうがないので、ちょっと今日はゲストの方に来ていただいております。お願いします。シャンシャンシャン、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。途中でちょっと折れちゃった、自分で。ごきげんよう、お手頃マグロです。よろしくお願いします。またしてもよろしくお願いします。またしてメリークリスマス。メリークリスマス。いやー、申し訳ないね。いやー、いえいえ、僕の方のラジオにもね、はいはい、出ていただいたんで、はい、お互い様ですよ。はい。どんな話をするかと、まあオープニングトークをいつも入れるんですが、まあオープニングトークなんかしてたら大変なことになるんで、サクッとまず今日は何を話すかっていう話をしていきたいんですけど、はい。まあとあるね、とある日にですよ。とある日に。急にね、2014年めちゃめちゃゲームしてきました。で、多分ね、まあ普段から気がついたらゲームしてるんですけど、今年はねかなりがっつり遊んだんじゃないかなっていう気がして、じゃあ何やってきたんだろうって思った時に、ちょっとこれを振り返りをしていったらラジオになるんじゃないかなと思って、こんな企画を作ってみたんですけど、今回のラジオはとりあえず2014年どんなゲームを買ってきたか、遊んできたかっていう話をしていこうと思います。イエーイ。で、あ、中西さんの中でもあれなんですね、はい、今年は結構やった方なんだ。今年はやった方ですね。ああ、よかった、安心した。それなんか死んでる。まあ去年もその前もゲームというものには触れ合ってきてますけど、はい、すごい数触ってるんですよ今年は。おなので、それをちょっとね、 PC ゲームに手を出し始めてるのも去年今年ぐらいなので。あ、そうなんですか。そうですね、去年は今年ほど遊んでないはずなので、その辺の話も、 PC ゲームとコンシューマーの話をしていこうと思うんですけども、多分マグロさん途中で寝るんで。いやいやいや、楽しみにもうこれ、ま、待ってましたから。ギンギンっすよもう。いや、相当長い動画にね、ネットラジオになるので。よし、覚悟聞いてください皆さん。ところだ。はい、それじゃあ本編の方に行きたいと思います。はい、じゃあ本編の方に移っていきたいと思うんですが、早速どんなゲームを遊んできたかっていうのを話していこうかなと思います、はい、お願いします。まずは最初に、これは言った方がいいのかな、まず今週末期一つ一つタイトルを言っていくんですが、今年はまあ控えてみたところ37本遊んできてます。で、そんなに。そうですね、でハードは3台かな、はい、買ってきている
いるようですね。おお。はい。まあ、この37本を少しずつ喋っていこうかな。コンシューマーの方は全然遊んでないってことはないので、はい、なんだろう、PC ゲームの方は買って温めちゃってる、積んでるっていうのはたくさんあるんですけど、うんうん、コンシューマーの方は割と触ってるので、まあ、話せるかなと思います。はい。じゃあ、まず、1月。1月。1月からいきます。はい、別順に話していきますね。はい、はい、でまず1月は僕は任天堂のハードを1台買っております。おお、あ、大好き Wii U を、あ、1月に購入しております。あ、あれ2010年入ってからなんですね。入ってます。正月に、まあ正月ちょっと過ぎてたんですけど、はい、なぜかとっさに欲しくなってしまって、はい、まあ、なぜかっていうとスーパーマリオ 3D ワールド、あ、任天堂から出てるスーパーマリオ 3D ワールド、猫マリオが CM でよく流れてたと思うんですけど、このスーパーマリオ 3D ワールドがやりたくてやりたくてしょうがなくなってしまって、翌月ね PS4 が控えているのにもかかわらず、カチャカッつって買ったハードですね。だ、結構衝動的に買ってますこれは。うん、でまあスーパーマリオ 3D ワールドがめちゃめちゃ楽しくてですね、はい、何度もいろんな動画の中で言ってるんですけど、 HD 画質の任天堂のゲームってここから始まってるんですよね、 Wii U から。ああはい、1080p で HDMI 出力で出せるっていうのが、うん、PS3 とか Xbox360 の時は Wii が戦ってたじゃないですか。はいはい。で Wii の画質っていうのはね、ちょっと見劣りしちゃってたところはあると思うんですよ、うん、はい。でもアニメーションだからマリオとかね、はい、別にああいうアニメーション絵面が汚かろうが全然楽しいから画質はいらないだろうって思ってたんですけど、はい、いざ HD に上がってくると、いやまあびっくりですよね。めちゃめちゃ可愛いんですよ。もう動きとか、うん、とか全部可愛くて、はい、スーパーマリオ 3D ワールドはすごい楽しみましたね。おぐらいの感じで進んでいかないとちょっと持たないので喋りたいことありますが次、これまた Wii U なんですけど、はい、Wii Party U っていうゲームがあるんですよ。ん？ Wii Party U っていう、ほうほうほう、ゲームがありまして、はい、これがですね、Wii U を買った時についてきたんですよ。へへへ。でまあ簡単に言うとパーティーゲーなんですけど、はい、またねゲームパッドがすごく活用できるゲームがたくさん入ってまして、はい、まあ基本的には一人では遊べないんですけど、うんうん、パーティー用の、そうですね。で例えばゲームの中のいくつかを紹介すると、はい、パッドを持ちながら、一人がウェイトレスさんになるんですよ。ウェイトレスさん、はい、ほうほうほう。で他にいる、まあ3人だ4人だプレイヤーがいたとして、うん、その人たちに、はい、ハンバーガー屋さんに来た手にして、うんうん、あの画面はテレビ画面とかはハンバーガー屋さんなんですよ。はい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 。でそこで みんながメニューを言うんです。チーズバーガーください、はい、ウーロン茶くださいっていうのをテレビ画面に何秒間って出てるんですけど、はい、その注文時間中にアップルパイ食べたいとかコーヒーとかを言うんですけど、うん、それをゲームパッドを持ったウェイトレスさんは、なんかなんだろう、ファミレスでウェイトレスが商品を確認するときに使うなんか端末みたいな、ありますね、うん、感じでそれを使ってチェックするんですよ。なるほど、はい。で
時間が終わったら、そのウェイトレスがこの人はこの注文をしたなっていうのを正しい人の机に置いていくっていう遊びがあって、記憶ゲームみたいな。そうですね、うん、それがねすごく面白くて、なんでやっぱりゲーム単純ですけど盛り上がりそうですね、うん、誰でもできるじゃないですか。そうですね、なので年齢関係なく遊べるとこがすごいいいなって、うん、やっぱり任天堂のうまいとこですよね、うん、子供、お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんとかでも遊べるような、はい、そういうゲームだなって。もう一つ面白いのが、はい、お絵かき系なんですけど、これねめちゃめちゃ盛り上がるんですよ、はい、最初にゲームパッドを、まあ、3人なり4人なり一人一人ゲームパッドを自分しか見えないように持つんですよ。周りには見えないように、はい、で、はい、そこに絵を描いていくんですよ。おで、その絵のお題っていうのが、例えばですけど、スズメって出てたとするじゃないですか、はい、でスズメを描きます、はい、で次の人もスズメを描きます、はい、で次の人に回った時に、これはランダムなんですけど、はい、1人だけハトとか、おちょっと近いやつが出るんですよ、うん、はい、で書くじゃないですか、はい、で終わった後に全員の画面にボンって出されて、うん、ハトを書いた人は誰でしょうみたいな。はあ、なるほどなるほど。ただの絵当てゲームじゃなくて、そう、あ、面白いなそれで。まあめちゃめちゃうまく描ける、そのね時間も短いんですよ。ああ、はい、なのでみんな似たような鳥の絵になってるんですよね。うんうん、この中で鳩を描いたのは誰だろうっつって、 Wii リモコンでこれじゃないかって投票して、うん、当てるっていう。あ、面白いな。ゲームがあって、これはね本当にだ、ゲーそこでゲームパッドって最初なんか際物に見えたけど、はい、あ、こういうことに使えるんだったら全然面白いな、うん、生きてますな。うん、なんでこの Wii Party U はもう友達とか来た時にも全然盛り上がると思いますね。うん、うん、でだ、はい、その延長線上にまた任天堂のゲームになっちゃうんですけど、はい、さらにまた延長、はい、任天堂ランドっていうゲームがあります。お、これもまたねゲームパッドをうまく使ってまして、はい、はい、この中にはピクミンとかマリオとか、ああはいはいはい、そのゲームが詰まってる感じのやつ、うん、知ってる、うん、CM も結構やってましたよね。やってましたね。でマリオとかで、はい、例えばゲーム画面を見てる人っていうのは自分が歩いてるとこしか見えない、まあ鬼ごっこなんですけど、はい、テレビで逃げる役はテレビを見ながら、うんうん、マップをね縦横無尽に逃げ回るんですけど、うん、自分の周囲何メートルしか見えないわけですよ、うんうん、で鬼の人、鬼の人はゲームパッドを持って走るんですけど、はい、ゲームパッドにはもう全体マップが出てるんですよね。ああ、どこに誰がいるってのがすぐに大体わかってるんで、うん、そこで追いかけっこしていくっていうのが、なるほど、すごい面白い。あとはルイージマンションをモチーフにしたゲームとか、うん、ピクミンのミニゲームだったりとか、うん、いろいろ入ってて、これはすごいおすすめですね。パーティーゲー、これもパーティーゲーなんですけど、これも人、家を、あ、家に人を呼んだ時とかに、そうですね、世代系にはなり得ますね。うん、すごく面白い。これからの季節、正月とかね、親戚とかめっちゃ家に来るからぴったりだと思います。ぴったりですよね。で、ここから面白くないゲームの話しますね。はい、Wii U なんですけど、あ、はい、あの UBI ソフトから出てる、はい、ゾンビ U っていうゲームがあですよ。 あれ UBI なんですね、ゾンビ U って。うん、知らなかった。 UBI は
すごい Wii U を応援してるので、はい、やたら移植してくれるんですよ。ウォッチドックスしかり、はいはいはい、しかり、はい、レイマンシリーズしかり、はい、いろいろあるんですけど、ゾンビ U はね、面白くなかった。あ、そうなんだ。結構、あ、そうですよね。結構怖めですね。うん。で、基本はゲーム画面見ながら、これ実況しようかな、多少。ゲーム画面見ながら遊ぶんですけど、はい、無線とかマップが端末に出るんですよ。うんうんうん。そこは面白いんですけど、はい。アイテムを探すときとかも、ゲームパッドをこうぐる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 見渡して、あたかも自分がその空間にいるように、うんうん。アイテムを探したりできて、うん、でこれもね、なんだろう、キャラクターが死ぬと一回リセット系のゲーム、また別のキャラクターが出てきて、そうです、それを操作するみたいな。でその前回死んでしまった自分の自分はもうゾンビになっちゃってるんですけど、はいはい、そう探し出して倒せれば、以前持ってたアイテムがそいつのリュックの中入ってるんで、なるほど、拾えるとかそういう面白いあるんですけど、ちょっとねやっぱり、いやゲームパッドをね生かそうとしてくれてるのは分かるんですけど、これ言っちゃおしまいなんですけど、うん、はい、マップとね画面をこう行き来する、目線を行き来させるのが、あ、結構しんどい、しんどい、あってのがちょっとね、これまあしょうがないんですけど、うん、やっぱりちょっと頻度が高すぎたのかな、あして、マップは同じ画面にないと結構、そうですね、でもそしたらもう何も面白くないよね。まあそうですよね、ゲームパッドなくなっちゃうから、うん、なんでちょっとね、まあ僕が合わなかっただけだと思うんですけど、その死んじゃったら次っていうスコア制な感じがあんまり、はい、得意じゃないってのと、ちょっとマップが暗すぎないかいっていう、うん、うん、ここがあって、まあでもすごい面白い試みのゲームなんで、あの Wii U 持ってればあれですよ、これももうワゴンに行ってるタイプのゲーム、多分1000円出しゃ買えるんじゃないですかね。おお、じゃあ僕が買った1000円だったらね、1400円くらいだったんで、ああそうなんす、じゃあ、うん、なんでまあゾンビゲーム好きな方はいいんじゃないかな。まあおすすめはしないですけど、はい、結構でもストーリーとかも割としっかりしてるんですかね、作られてるかった気もしまなく、ちょっと 見たんですけど、あの動画を、そんな気はしたんですけど、じゃあ今度実況、まあまあまあしますよ、多分ね、あ、お願いします、はい。まあしないだろうな。はい、じゃあこっから1月が終わります。はい、おで2月の6日にテラリアのビータ版が、はい、になってますね。ほうほうほう。で僕はビータ版を先に買ったんじゃないわ、PS3 版を買ったのかな。はい、PS3 版のパッケージを買ったんですよ。はいはいはい。で PC でも持ってたんですけど、 PC で300円ぐらいで買ったんですけど、パッケージが3000円ぐらい、うん、ちょっと悔しいって思いながらも、まあパッケージ版を買って、まあとある友人とちょっと面白い遊び方をしようと思って、はい、PS3 版で遊んでる人にビータのテラリアで入り込むってことができるので、はいはいはい、画面分割ではないマルチプレイができるので、それで遊びましたね。これ2月6日っていうのは発売日なので、僕が買ってる時期とは違うんですけど、うん、もっと後に買ってるんですけど、とりあえず発売日順で話しますね。はい。まあそんなとこですよ、2月は。2月は。まだあれですな。この後にね。軽いよ、まだ大丈夫よ。軽いのが来るんで。はい、2014年2月22日遊びが変わった日ですよね。あーそっかそっか。プレイステーション4ファーストリミテッドパック with プレイステーションカメラという PS4 の
ついについに日本では1年遅れ、1年じゃねえな、半年遅れぐらいになった、うん、プレイステーション4が発売になりました。やったやったやった。動画もね、出ましたね。いやもうレビューの方でもで、あれはもう著作権のさ、なんか飛び交ってきてさ、関係ない、そうなんす、使ってないのにこの楽曲使ったのみたいな。まあこれはちょっと内輪ネタなんですけどね。まあまあ、まあ、いやでもこういう話が聞けるのもこのラジオだけ。 YouTube では実在する曲を流してはいけないっていうのは、はい、まあ知ってる方だと思いますけど、うんうん、僕使ってなかったんですよ。ちゃんとフリーで使っていいよっていう曲を使ってたんですけど、はい、とある有名なね方の曲だろってこうツッコミが入りまして、はい、でとある地域では再生できません的なことになるんですよ。そういうのが来るとよくあります。あ、それが来てね、再生数が全然伸びなかったっていう悔しい。まあいいんだ。よくドイツでなんない。まあ、いや、やめよう。ドイツはすぐ。すぐ来るよね。すぐ来る。ドイツで。いいけどと思いながら。ドイツの人に見られなくてもいいけどって。うん、で、PS4 のファーストリミテッドパックってなんだって話なんですけど。はい。日本で遅れてごめんねっていうパックなんですよね。うんうん、で、プレイステーションプラスに入らないと PS4 はオンラインプレイができないんですけど、それが3ヶ月つく。ってのと、基本的に保証期間は1年なんですけど、2年間保証をつけると。ああ、親切。で、NAC っていうクラッシュバンディクとかを作った会社が作った新作の NAC っていうゲームをくっつけてくれて発売したと。はい。で、With プレイステーションカメラっていうのは、まあカメラですね、ウェブカメラみたいなのがついてる版、はい、なので通常のやつより6000円ぐらいちょっと高かったですけど、はい、まあ、付属品ついてるのとついてない版で発売されると僕はついてないと嫌な人なんで、おそっちを買いました。まあ無論使ってませんが使ってませんが買いました。ムーブとか買ってる男ならね、プレイステーションムーブとか、ああはい、はい、でここでバトルフィールド4、 GOD ゴースト、アサクリブラックフラッグ、 FIFA14、 この辺を買いましたね。おお、随分で買いましたな。バトルフィールド4と GOD ゴーストは実は PS3 版で先行して遊んでたんで、はいはいはい、そっちを売っ払って次世代機、そうですね、これ売らなくても、うん、発売日が遅れたので PS3 版持ってれば1000円で PS4 版に行きますよっていうサービスがやってたんですけど、はい、パッケージが欲しかったんで売っちゃいました。いいですもんね、パッケージ。はい、パッケージ欲しいんでね。で、まあバトルフィールド4はマグロさんのラジオの方でも話してましたけど、かなり楽しんで、そうですね、遊びましたね。ましたね、いやリロードしてんのにリロードしないモーションとかね、モーションっていうかもうリロードのモーション入らないリロードとかさありましたね。ビームは結構多いですよね。そういうのが膝立ちしながら水平移動するって、あたくさんいろんなバグにはバグにあったな。ビーチで丸見え、そうなんですよね、あの建物が表示されてなくて、ビーチ点が浮いてるっていう、ビーバグビーチ点の、そうそう浮いててで敵の位置も丸見えで、普段だったらそこに壁があるはずなんですけど、つけてて、はいはい、でこっちから撃つと当たっちゃうんですよ敵に。あ、本来当たらないはずなんで、それでねキル稼いじゃったりとかまあありましたね。一回やったっていうで、まあかなり遊んで、はい、バトルフィールドは楽しみました。で、COD ゴースト。これもね、バトルフィールドと COD ゴースト同時に買っちゃってるんで。おお。やっぱりどっちかに依存してっちゃう。そうですね。で、ゴーストがね、どっち持ってるわけには。そうですね。同じ FPS なんで。はい。はい。で、COD ゴーストの方が世界的にっていうか、なんだろう。シリーズの中ではあんまりヒットしなかったのかな。ヒットしなかった、うん、売れすっていう問題ではなくて、ゲーム的に評判が
評判があんまり良くなくて、僕はあんまり評判とか分かんない人なんで、最初は普通に遊んでたんですけど、はい、だんだんもうチーレスマッチするのめっちゃ時間かかるみたいになっちゃって、あ、人がね、もうそうですね、ないとみんなバトルフィールドに流れちゃったのかな。うん、だ COD ゴーストをやってる間にその過去の BO2 とかめっちゃ人がいるっていう。そうですね、 BO2 しばらく人いましたよね。今でもいるのかな、分かんないけど、多分いるんじゃないかな。運搬人っていましたね。うん、で COD ね、今は新作のアドバンスドウォーフェアでオンライン人口の数字の表示をしなくなったっていう何いるか分からない。そう、いや、分かった方が楽しかったけどな。そうですよね、人いるんだって分かって入れるんだけど、うん、まあ嫌なんでしょうね。うん、で一緒についてきたナック、はいはいはい、これはまあさすがクラッシュバンディクを作った、まあ手掛けたがやった作品なんだなって感じですね。シンプルなアクションゲーでしたけど、めちゃめちゃ難しいんで、結構歯応えがありますね。やり応えもめっちゃあって、うんうん、まあ、次世代機ってこんだけの表現できるんだよっていうコンセプトゲームっぽい感じはしましたけど、あ、はい、でもすごい楽しく遊べました。で、朝栗ブラックフラッグ、大丈夫かなこのテンポで。いや、いいんじゃないですか。朝栗ブラックフラッグ、アサシンクリードブラックフラッグというゲームが発売になりました。これはシリーズ通して遊んでるんですけど、今作は海戦がメイン、海賊ですね、はい、主人公エドワード・ケンウェイだったかなが船を乗って、ジャック・ドーだったかな、ジャック・ドー号みたいな船、あ、なんか海を旅しながら物語を進めるゲームなんですけど、これはね面白い。アサシンクリードシリーズやったことなくて PS4 を持ってる方はぜひぜひ、シリーズ通してとか関係ないのでほとんど、ナンバリングではないので単発で遊べるかと思います。はい、おすすめ。そして FIFA14、 これはもう友達がね家来た時にさっきゲームしたくねって言うから泣きながらパッケージ買いに行ったんですよ俺 FIFA やんねえし、やんねえし、ね、やんねえしっつって、うん、当時まだ5000円ぐらいしたんですよ。そうですよね、そうでしょうね。泣きながら買って、うん、あ、ちょっと忘れてたな、この時に無双オロチも買ったんだ。あ、そうなんだ。光栄の無双、はい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 、買って、まあこれは1週間ぐらいで売りましたけど、1週間ぐらいで売ったかな。なんかキャスができないとか、ツイッチができないとか。そうだね、ツイッチはできないと思って。あ、そっか。その時に買ってたんだもん。割と早い段階で、じゃあ、買ってたんですね。いや、22には買ってないですけど。はい。ああ、そうね。あそこ、発売日的にはそっか。そうですね。発売日が、失礼。ローンチだったんで、確か。で、FIFA14 も、まあ嫌いじゃないんですよ、サッカーゲーム。サッカーゲームとしては楽しいので、はい、すごい、なんだろう、人が来た時とか、あとは今はプレイステーション4はシェアプレイができるんで、そうですね、マグロさんとかをシェアプレイで呼べば僕の持ってる FIFA14 の中に呼んで一緒に対戦とか協力ができちゃう。それが大きいですよね今は。うん、なのでこれも面白かった、面白かった。面白かった。で、ここからプラスで発売じゃないな、あの、プレイステーションプラスに入ってると無料で遊べるよっていうゲームの中に、Don't Starve。ああ。これは動画にしました。パート10いくつかで完結する動画を上げました。はい。コンソールエディションって言って、PC のインディーズのゲームなんですけど、コンシューマー版に移植されて、これがまた面白くて、
で、今は PC 版で、Don't Starve Together Edition なのかな？マルチの。ああ。マルチ版 Don't Starve みたいなのが出てますね。最近。かなり最近だと思います。はい。これはおすすめ。マインクラフトとか好きな人は、まあマインクラフトとかじゃないな。サバイバルゲームが好きな人は、楽しい。あとは、コントラストっていうゲームも無料で配られたんですけど、はい、これはね、説明がしづらいんですけど、バイオショックの絵面なのかな。ちょっと違うな。ちょっとトゥーン系の絵なんですけど、主人公が、女の子の主人公が、影の中は入れるんですよ。おぉ。なので説明が難しいんですけど、影の中に入って、はい、通常は通れない道を影を伝って、別な場所にいる。みたいな技が使える。知らないな。まあ、これもさっくり遊べるゲームでしたね。今でも1500円がそこらで売ってます。うん、で、まあ、レゾガンっていう、これも配布されたやつなんですけど、これはなんつうのかな。まあ、横シューティングに近い感じのゲームですね。なんか横シューっていうか、円錐？円柱か。円柱ぐるぐる回る形かな。一回ツイッチ配信してるやつですよね。わかった。そうだね。わかった。はい。あれもなんか PS4 のスペック見せますみたいな感じのゲーム。そんなところかな。2月は。これで PS4 の発売を祝いながら、はい、3月、3月は1本しか買ってないですね。お、3月の13日にタイタンフォール。あ、これはなかなか名作、エレクトロニックアーツさんのタイタンフォール、 PC 版ですね。 PC 版を買いました。キャスでね、キャスで何度かやりましたね。ましたね。それが印象が強いな。うん。いやー、買った当時は楽しんだんですけどね。高かったんだよな。これ7000いくらとかしたんですけどね。ほうほう。1ヶ月やって飽きちゃってますね。まあ、なぜかっていうと、PS4 が来ちゃってるんですよね。あ、次世代のコンシューマーがね。うん。なんでそっちのタイトルをたくさん買っちゃってるんで、うん、まあ、後でやろう、後でやろうって思ってた時に流れていっちゃった。あとはタイタンフォールが失敗した原因、はい、まあ、失敗したって言っていいのか分かんないですけど、僕は失敗だと思うんですよ、あのゲーム。っていうのはマルチがメインっていうのはいいんですけど、はい、シングルもついてるんですよ。でシングルプレイを遊ぼうとすると、うん、まずこういう戦場があるからそこに行ってくれって言われるんですよ、ムービーが入ったりして。で、はい、戦場に行くんですけど、その戦場はマルチなんですよ。マルチプレイの。なるほど。そうだ、シングルプレイしてるんだけど、チームデスマッチ、マルチのチームデスマッチに入ってやらされるが起きて、負けても勝っても、うん、次のシナリオに入っていくみたいな。うん。で、そうやってエンディングを迎えていくんですけど、はい、実はこのマルチってシングルプレイを押した人しかマッチしないんですよ。普段そのうん、うん、マッチプレイをしているサーバーというか、その部屋とはマッチしないので、一回そのシングルプレイをやった人はシングルプレイ回す必要はもうないんで、やらないですよな。やらないのでマルチプレイに行くじゃないですか、うん、そうするとどんどんシングルプレイの中でもう、わけわかんないけどね、シングルプレイの中のマルチって話がシングルプレイの中でネットワークを使ってマルチプレイするところの人口がどんどん減ってって、出遅れた人はなかなかシングルプレイが遊べない。うんうん、なりますね。シングルプレイ遊ばなくてもいいんですけど、
はい、実はシングルプレイを最後までクリアしないと使えないタイタンっていうそのロボットがいるんですよ。ああ、アンロックされないわけですね。それが手に入らないですよ、人がいないから。それは問題ですよね。うん、なんで切っちゃったんだろう。ああ、なんで一緒にしなかったんだろうなって。そうですよね。一緒にし、それだけでいい、うん、まあ試みとしては面白いと思う。そうだよね、もったいないですよね。うん、で対戦も12だから66、すごい少ないんですよ、うん、FPS しては。66じゃないな、 44?44 44ってことないな、66か。12人の中で分割して66なんですけど、モブがいっぱいいるんで、はいはいはい、他人数プレイっぽい感じの遊びになってて、すごい楽しいし、タイタン呼ぶ感じもすごいかっこよくて、うん、楽しいんですけどね。僕のチャンネルは多分ベータ版しか上がってないんじゃないかな、製品版買ったのに。あー、そっか。ってぐらいすぐ熱が冷めちゃったゲームなんですけど、まあ面白かったと。あのゲーム自体でも出る前と その出たての時はもうすごい話題になって、すぐなんかしぼんじゃったっていうか。そうっすよね。そういうイメージが強いかな、うん、やってないんでなんとも言えないですけど、出る前はもう神ゲーが来る、神ゲーが来るって。あ、 COD COD 行ったわと、行ったわと思ってたんですけど、言われてましたけど、映画エレクトロニックアーツがここに社運かけてたんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、エンターテインメントだったかな、リスポーンスタジオだったかな、新しいスタジオを設けて作ってたんですけど、はい、ね、残念っていうか、まあゲームとしては面白かった。でまあ、うん、続いていないと。で3月は終わり、はい、まあここでね1本しか買ってないのって多分2月の22日で金欠になったんでしょう。大量買い大量に買いすぎてね。そうでしょうね。で4月も1本だけですね。おう、てかね、そんなにゲーム買ってないんですよ僕。そうなんだ。うん、本当に。うん、この辺はね、この辺はでしょ、面白いゲームその辺はでしょ、出ないんですよまだね、カバーは。ああ、で4月の14日はファイナルファンタジー14のプレイステーション4版が発売になって、まあ買いましたと。そうですね。でその頃は PC 版で使ってたアカウントを PS4 に、 PS3 から PC から PS4 に移って、すごい快適に綺麗な映像で遊べております。綺麗ですね。綺麗だよね、うん、お手まぐさん、うん、随分やりましたけど、はい、すごい綺麗でコントローラーで遊べるっていうのが嬉しかったですね。あー、キーボードとかじゃなくて。そんなとこかな。 FF14 の話は長くなるんでやめます。まあ、いろんなところでしてますしね。うん、たくさんしてるんで。アンプリファイドだとか。おい、すいません。いえいえ。で4月、あ、4月買ってるな、もう一本。10日先の24日、4月24日に FF ファイナルファンタジーシアトリズムカーテンコールっていうゲームあります。でこれ知ってます？知らない。聞いたこともない。ストゲ？そう。あ、なんかちょっと知ってるような知らないような。シアトリズム、ファイナルファンタジーシアトリズムカーテンコールっていうのは2作目になるんですけど。はい。最近発表されたかな？シアトリズムのドラゴンクエストが出る。はいはいはい。話が出て、はい、まあ要するに音ゲーなんですけど、はい、ファイナルファンタジーシリーズの楽曲を使って、なるほど、 3DS で音ゲーを。 3DS なんですね。そうっすね、作も 3DS かな。
と思います。ファンにはたまらないやつ。そうですね、複数が221入ってて、1から12、13、はい、13-2 も入ってたかな。あとはゼロ式、零式って読むのかなとか。ああ、 PSP で出てた。そうですね。あとは神ゲーションゲーム、ディシリアシリーズとか、はい、PSP で出てたんですけど、ディシリアファイナルファンタジーっていうアクションゲームですね。ファンタジーのキャラクターが 3D 空間の中で別な作品の時空を超えてこう戦うんですけど、格ゲーみたい。そう、これめちゃめちゃ面白くて楽しい、あ、なんか駒動かしてってやつ、駒動かしてってぶつかったらなんか戦うみたいな。ありますね。あ、友達がやってた。で、タクティクスとか、はい、あとは海外で出たファイナルファンタジーの USA 版とか、あとはチョコボの不思議なダンジョンの曲も入ったかな。おー、ライトニングリターンズ、ライトニングさんとか、あとはブレイブリーデフォルトっていう、これもスクエアエニックスのゲームですけど、はい、それもこれはダウンロードコンテンツかな。で、なんで僕がこれ買ってるかっていうと、まあ、前作もちょっと遊んだんですけど、うん、今作、はい、あのファイナルファンタジー14の楽曲が載るっていうのを聞いて、あ、これは買うしかないと。なるほど、やってるやってる身として聞きたいと。あ、で、DLC で来てる曲とかも買いました。お、遊んで楽しいですね、ライトに遊べるんで。なんで、まあ音ゲーというよりはサントラみたいな感じで楽しんでますね。ああ、そう。FF の曲聴きたいなってなったら、うん、それやる。つけて楽しむ。ゲームとしてもすごい、音ゲーとしても楽しいんで、うん、なかなかちょっと熱こもりながらやったりしますね。うんうん。そんなところでしょうか。はい。で、5月。5月。チャイルド・オブ・ライト。PS、 おお、これまた UBI、 UB ひいきしたくてこうゲームですね。でも結構なんかニュースっていうか話題に上がった気が、覚えがありますね、その頃。珍しく日本の RPG をちょっと意識して作ったんですけど、うん、あのターンベースなゲームで、はい、で音楽が、音楽っていうか演出をシルク・ド・ソレイユのなんかそういう演出家、はい、と相談して作ったって呼ばれるとか言われてるんですけど、はい、まあ映像を見てもらえば、僕もね紹介動画を4本だけ上げてるんですけど、うんうん、なかなか綺麗なね水彩画のような、うん、言い回しもねすごい面白いんですよ。面白いというか、洒落込んできてる感じがすごい面白いです。ただまあ RPG で結構がっつりターン制のゲームで遊べるので、ビータでも出てるんで、僕はビータ版をおすすめしようかなとは思います。携帯機でポッとできた方がいいのかな。ただ綺麗なんで大画面でやる楽しさもあると思うんで、 PS4 版でもいいと思いますけど、うん、結構、うん、ボリュームはありそうな感じで。あ、そうなんすか。うん、僕も途中、ボリューミーなんだ。途中までやって戦闘が結構シビアなんで、すごいボリュームあるなと思ったんで、おすすめです。ちょっとやって終わっちゃうよりは、うん、なんか嬉しいな。しかも綺麗だしね、うん、普通に芸術作品じゃないですけど、絵を楽しむために買っても全然ありだと思います。おで、これは次は5月の20日、これは5月の20日には遊んでないんですけど、マグロさんもこのタイトルを聞いたらおっとなりそうですね、はい、エースコンバットインフィニティっていうゲームですけど、忘れてた。やったやん。1日40分ぐらいか、30分ぐらいか。40分ぐらいハマったね。ハマりしましたね。40分か。した。ああ。
こんな短期集中型なゲームあるかっていう。おお。エースコンバットシリーズは僕好きなんですけど、はい、4とかね、エースコンバット4 PS2 版なんですけど、めちゃくちゃ楽しんで遊んだんですけど、はい、それが、バンダムからこれは出てますね、エースコンバットインフィニティ。まあ、簡単に言うとスタミナ製の、まあ、iPhone とか Android のアプリを触ってる人は分かるかな、スタミナって言われると。スタミナがないと遊べない系のゲームですね、うん、でスタミナじゃなくて燃料なんですよね。燃料がないと発信できないっていう、確かうまいけど、そういうスタミナだろって思いながら、ゲームは楽しかったんですけどね。面白いですよね、すごく。あれ普通に遊べない、パッケージで買うけどっていう、うん、プライスだろうがなんだろうが思った。出しますよね。だんだんバンダムの売り方が汚くなってきてるのが垣間見れたインフィニティでございましたと。はい、はい、で22日、これは結構しっかりやったゲームですね。インファマスセカンドさん。おこれは動画も珍しく最後まで遊びました。デルシンローガですね。いやー、 PS4 を持ってる人はぜひやってほしい、はい、これはね、今はもうすごい安いんじゃないかな、2000円ぐらいんじゃないかな、中古だったら。あ、それだったらいいかもね、うん、すごい楽しいので、綺麗なんで、はい、とにかくで、アクションのところもすごい楽しいので、なんか爽快感があって気持ちよさそうですよね。なんかちょっとね、デビルメイくらい感じた、遊んでる時に。おかっこよくスタイリッシュアクション。あで、なぜか知らないけどムービーの質がめちゃめちゃいいんですよ、あれ。んあれはね、かっこいい。てか表情がすごいんですよね、キャラクターの。あーすごく今怒ってるんだろうなとか、悲しんでるんだろうな、ところでこう唇を噛んでたりとか、目がすごい泳いだりとか、そこがね楽しくて、ムービー見たくてストーリー進めるみたいな感じで遊べましたね。すごい楽しいです、これはおすすめです。まあ動画をね見ていただいてもいいんですけど、遊べる感じでしたらぜひ遊んでみてください。でだ、はい、こんな前か、5月の291にマリカー8が出てますね。そんな前なんですね。夏休み前なんだ。うん、なんかもうちょっと後かなと思ったけど。っぽいイメージがありますね、うん。これが出ました。マリカー8はまあもう言うまでもないでしょう。面白いゲームでした。はい、Wii U のね、タイトルで。やりたい。面白いぞ。さん多分ね、来年 Wii U 買うと思うんで。大丈夫です。大丈夫です。楽しみに待って。ああ、否定できないな。今年はね、いっぱい買ってるんで。うん。来年ならさ、大丈夫でしょ。来年ならっていう、もう年変わったからっていう。うん。負けがね、できるんで。ぜひ、おと遊んでくださいよ。はい。はい。で、はい、6月、飛びまして、6月の26。ここでウォッチドックスを買いました。お、ここでは買ってないですね。これ発売日ですね。うん、遊んだのはもっと最近です。発売したのがウォッチドックス。これも UBI ですね。はい、シカゴの街を題材にしたオープンワールドハッキングゲームなのかな。うん、あんまりないゲーム。はい、さっきのインファマスセカンドさんは主人公が超能力を使ってシアトルを縦横無尽に駆け巡って戦うんですけど、ウォッチドックスは携帯端末でハッキングをしながらいろいろ物語が進むんですけど、これねすごい楽しかったですよ。シナリオも僕は終わってるんですけど、動画がねどこまで今上がってるかわかんないですけど、シナリオもすごい良くて、途中でよく分かんなくなるんですけど
まあなんとか把握しながら遊べて楽しかったですね。かっこいいですよね、なんか。うん。あね、こっちはこっちでまたスタイリッシュな、うん、インテリ系のね、うん、うん、ところで、ただちょっと不器用なんですよね。人間関係じゃないですけど、ああ、こんな感じが出てて面白い。そんなウォッチドックスは今中古も安いので、これもおすすめですね。これも3000円あれば買えるんじゃないかな。おお、ぜひ。ダウンロードコンテンツも出てるんでおすすめです。まあちょっとね、残念だったのが、このウォッチドックスが発表されたのが去年の E3 かなんかなんですけど、はい、去年の E3 の時の最初に出たトレーラーって、皆さん多分ウォッチドックスを買った方とか気になってる方見たと思うんですけど、最初のトレーラーを見るとちょっとね、見劣りしちゃうというか、うん、作ったトレーラーめちゃめちゃかっこいいんですよ。へえ、ツヤツヤでね、世界も、あ、映像が、そうそうそう、綺麗綺麗で、ただインゲームっぽいんですよ。プレイしているような画面なんですよ、はいはいはい。このウォッチドックスが発売される直前かなに、プレイレビューの動画が上がった時に、あれ、なんかさっぱりしてね、うん、ってなって、劣化だ劣化だって言われてしまって、で UBI は、いや、やったらわかるみたいな楽しいからっていうコメントを出してたりして、ただウォッチドックスが確か2回ぐらい延期してるんですよね。ああ。年末に出るって言ったのを切って3月に出るって言ったんじゃないかな。その3月にも間に合わなくて、結局6月に出て、そこも若干評価を下げてしまったのかなと思うんですけど、まあそこで評価を下げてる人たちは、あれですね、なんか多分ビジネスマンかなんかなんでしょう。ゲームのね、面白さには変わりませんから、基本的には。ただちょっと熱が、うん、そう、熱が冷めちゃうってのは、僕も待ちすぎて発売日には買わなかったので、ここまで来ちゃったらいいかなって、うん、ビジネス的には失敗しちゃったかな。でも B ですから大事にしてってほしいな。そんなとこかな。で、7月もう半分ぐらい来てますから、お、安心してください。いや別にあ、それは聞いてる人に向けてるのね。いや、まあ、さんもそろそろ。いや、俺は全然大丈夫です。帰ってきたかな。大丈夫。終魔版だからね、気をつけてね。はいはいはい。あ、はい。はい。はい。で、8月の21日、ダスト・オブ・アス・リバスターエディションが、よっ、あら、やりました。8月か、バスアスは。ついこの前だと思った。言うまでもないでしょう。ですね、やりました。PS3 版ですけど。うん、いや、PS3 版で十分綺麗だったからね。何が嬉しいって、 60fps になったので、PS4 版がね。はい。で、さらに、ライティングの向上とか、いろいろ増えて、うん、あとはね、写真が撮れるんですよ。ああ、それは。でかいな、あのゲームは。フォトモードが、で、フォトモードを熱く語ってる僕がしょっちゅう書いてるブログがあるんですけど。出た。ね、ブログ解説してから多分記事が3つぐらいしか上がってない。よっ。ざす。もう、いいね。ブログ書くの忙しくてさ、大変だよ。半年。これから書いていくんでしょ？書いていくよ。もう溜めてる。後ろに溜めてんだ、いっぱい。溜めてんだよ。で、まあ、それちょっとリンクは説明欄の方に貼りますね。そのフォトモードの写真をいくつか貼ってるんですけど、それ見ていただいたらかっこいいってなります。結構かっこよく撮れてるんで、おすすめです。で、フォトモード目当てで買ってもいいかもしれないぐらいの勢いですね。で、プレイステーションの公式のツイッターが、ラストオブアスのスクリーンショット大会みたいなのもやってましたね。ほう。それで入賞した人にはみたいなのも、まあ、詳しくはちょっと分かんないんですけど、やってます、うん、ハッシュタグをつけてアップしてくださいみたいな、そんな感じかな。
アラサスおすすめです。これプレイステーション4であれだよね。皮肉にもプレイステーション4がの中で賞を取りましたよね。確か一番面白いみたいな。いや、そうなんだ。リマスターだけどみたいな。うん。すでにあるやつ。そうそう。まあでもまあ面白いんだよね。うん。なのでこれはおすすめです。これ PS3 版でやってない方はぜひ。これは本当に面白い。バイオハザード好きな人とかもいいんじゃないかな。うん。あっちのサバイバルホラーよりのゲームなんで。はい。おすすめです。そして9月に入りまして11日。ここがディスティニーですよね。あー、もう来ちゃった。じゃあ次いきますね。で、10月。いや、いいよ、別に。それ永井さん。ディスティニーだから。すごい楽しかったですよ。うん。ゲームとしてはすごい良かった。ただバンジーさん、ちょっと、知りすぎ、うん、考えるとこあったんじゃないかなっていう、うん、質のいいゲームですけど、ちょっと有料体験版に見えちゃうかな。俺が書いてやるって。シナリオ。シナリオ書いてやるから。ますます大変なことになりそうですね。そして10月11日、9月はこのゲームしか買ってないですね。で面白かったんで、やっぱり。うん、その、発売して2、3週間はがっつり。がっつりやりましたね。うん。やっぱり、運要素もあるんで、どんどんこう、回して、アイテムかなっていうところで、熱中したので、楽しかったですね。はい。で、10月の11日、モンスターハンター 4G。おっ。で、3DS は持ってたんで、で、モンハンも、4はちょっとやりました。でもすぐ売ってます。100時間やって売ったのかな、どうだろう。あ、100時、いや100時間やったんす。多分やってない。30時間ぐらい。そう、減った。で 4G を買って、でまあここでマグロさんが 3DS ニュー 3DS を買ってモンハンを買って、はい、でみんなでね、他のゲーマーさんたちとも、あ、そう。いや、楽しみ。僕まだ 4G 売ってないんで、遊ぼうと思えば遊べるんでね。僕も売ってないですよ。あ、じゃあ遊べますね。今度やります、はい。やりましょう。だいぶやってないんですけどね。はい。まあでも、忘れない。あのゲームもね、忘れないし。うん。まあ、ストーリー、そう、ストーリーがないからね。集会だったら、うん、集会場だったらね。ちょっとモンハンでもしますっつって。そうね、やれるから、まあ、ますから、でもいいかなと思います。はい。で、10月の23日、サイコブレイク。あ、こいつだよ。こいつ。あれ？いや、あ、こいつはマジでさ。いや、大丈夫かな、これ聞いても。三上真嗣さん、聞いてないですよね、これ。三上真嗣さんっていうのは、すごい。クリエイターさんなんですけど、バイオハザードを手掛けたね。はい。4までやってるのかな？手掛けた。あ、4まで。三上真嗣さん。5からね、だいぶシューター寄りになったんでね。うん。6も好きですけどね。まあ、その三上真嗣さんが作ったサイコブレイク。ベテスダソフトワークス、ゼニマックスで開発された、まあ、洋芸っていうよりは、和芸だと思います。三上真嗣さんが。プロデュースしてるので、でまあサバイバルホラーの原点を作った男が作ったサイコブレイクですけど、もう俺の脳みそがブレイクしそうだと。こいつはもうね、あんまり言えないんですけどね。こいつはもう大丈夫だよ。もう今58分経ってるから、ここまで聞いてる人ちょっと減ってきてるか、少ないから好きなこと言いますけど、でも実況もちょ始めちゃったんですよ。テンションって、それ聞いていいのかな。今ちょっと、ああいいっすよ、やってましたよね。うん、面白くないんだよ。はい、ありがとうございます。いただきました。面白くないんだよ。面白くないっていうかね、面白さに到達する前にね、ストレスが先に来ちゃって、うん、ちょっとねフレームレートが残念なんですよ。いや多分ね、僕自分では思ってないんですけど、はい、割と
フレームレート中だと思うんです。まあ、てか中地さんが重きを置くのはそこだよってことですね、ゲームの中で。そうですね、うん。フレームレートが出てるか出てないかは、もう最低条件だと思うんです。はい。どんなに面白いゲームも、うん、フレームレートがガタついてたら、ダメなんですよ。めっちゃうまい飯作ってもらったのに、草の上で食えますかって話を。できたよ、おいしいステーキ焼いたよ、はいっつってこう地面にバッて出されたら、それ食えますかって話。うん、そんな食えません。ちょっとね、フレームレートが、まあ僕の遊び方がいけないのかわかんないですけど、ちょっとね思ったるいフレームで、カクつくんだけど、なんだろう、操作はすごい、なんだろうな、なんだろう、ラスアスにも近いのかな、若干、うん、すごいこうリアル系でもっさりもっさり動く。これもっさりってのは僕ネガティブ表現で使ってないので、はい、リアルより人っぽい動きをするゲームなんですけど、そのカメラワークにフレームレートが出ないのが重なる時のストレスっていうのは尋常じゃないんですよ。ほうほう。なんだろう、シューティングをする場面もあるんですけど、はい、敵の頭に標準を合わせた時にフレームレートがガタつかれたらどうしようもないんですよ。ああ。COD をね、24フレームレートで遊べるかっつったら遊べない。ああ。格ゲーもしかり。でもこういうゲームにも絶対必要だと思うんです。はい。COD はあれですからね。あの、フレームレート60出すために、あの、グラフィックとかをわざと落とす会社なので、はい、やっぱフレームレート優先っていうところがね。 BF はグラフィックをどっちかっていうと押そうとするんですけど、はい、なんでね、 PS3 版の BF がちょっとしんどかったりとかしましたけど、いやー、ちょっとね、もったいない。すっげー中身は面白そうなんですけどね、面白そうなんですけどね、もうもったいない。なんで実況はもう多分やりません。はい。もう残念ながら申し訳ない。いや、顔出しにしてるから。顔出してこうホラーゲームをやろうと思って、すごいいい作品来たなと思ったんですけど、もう眉間に酔いながら遊び始めたんで、うん、ちょっとね、まあ機会があったら最後までやろうと思います。売らずに取っときたいんでね、せっかく、はい、まあそんな感じです。まあこっちはお金払って買ってますから、正直な意見で、うん、ただサイコブレイク面白いっていうね、あのプレイステーション20周年のアワードでユーザーチョイス賞いただいてますんで、サイコブレイクは僕がマイナー意見の方なんじゃないかな。中井さんがチョイスしなかったっけ。俺がチョイスしなかった。ああ、中地図ポイントはこれはちょっとね、58点ぐらい。ああ、残念。残念。面白いんだけどね、面白いんだけど、もうフレームレートだけだから。 PS5 とか出たらそっちに移植したらいいよ、きっと。ああ、うん、時代の先を行き過ぎちゃった。あ、そう、ついてこなかったんで、多分上信二さんのサイコブレイクが時代が追いついてない。だからこれからも、ね、応援したい。バイオハザードシリーズは大好きなんですよ、三上さん。僕、うん、4とかめっちゃやりました。ね、三上さんに向けての。そうそうそう。もしかしたら聞いてるかもしれない。もしかしたら分からない。そうそうそう。そう、聞いて何が起きるか分からない。YouTube。サイコブレイク、本当ね、ゴアモード DLC のすごい素敵なね、なんだ、スチールブック。おまけもね、初回転のおまけもたくさんつけて、はい、サントラまでつけて、すっごい豪華なんですよ。日本すっごい。サントラついてるんですか。そう、サントラ、スチールブック、スチール製のかっこいいブックがついて、コアモード DLC もついて、日本、うん、海外のね、比べると、日本の初回特典のしょぼさって半端ないじゃないですか。半端ないですね。なので、そういうとこでもすごいいいなって思うし、その DLC をゴアモードにして、うん、
そもそものソフトのセロを D にしたっていうのもすごい賢いやり方だなと思って。そうですね、確かに面白いですよね。そもそもね、18歳 Z 指定にしちゃうと18歳以下未満か、はい、10歳未満買えない、18歳以上が買える18金っていうものになると、うん、まず CM が打てないですよね、うん、時間帯がずれ込まないとゴールデンタイムに流せない、はい、ってのと Amazon とかヨドバシ .com とかのそういうオンラインショップでも年齢指定っていう画像が貼られちゃってパッケージを表示できない、うん、18歳以上アダルト系の商品のカテゴリーに入れられちゃうとそれだけで売れ数が下がっちゃう。で新規 IP だグラセフとかはもう名前が通ってるんで Z だろうが売れるんですけど、そう新規 IP だとなかなか難しいらしいんですよね、広告打てないと、なんでそこの売り方もすごいんですけど残念残念残念次回作に期待期待 DLC だけ三上さんうん、と、悪の経典でしたっけの作者の人のなんか対談みたいなの雑誌、ちょっと読んで、ちらっと見たら載ってたんで、インタビュー読んだら結構なんか熱く語ってて、ああ。いや、面白い。これは、サイコブレイク面白いんじゃないかな。あって、まあ、僕買ってないんですけど、まあ、中井さんに話聞いたら、僕は、ああ結構でも、ね、周りではかなりやり込んでる人とかいるんですよ、僕。ああ。周りだと。うん、だから。物は面白いんだと思う。うん。会う人と会わない人が、やっぱり。僕がやった村が、フレームレートガタガタだっただけで、その先は、楽しいのかな。ちょっと、実況は、中止というより、停止ですね。停止。ちょっと、なんでつまんないのかを、まだ原因がそう一口かじっただけでまずって吐き出しちゃってるだけなんで、セロリ食った時みたいな初めて、ああなんでよ俺うまいのか分かんない、そうそうそう、うん、えすごめっちゃ逃げやんみたいなセロリくっさって思ったけど後からあめっちゃ、うん、いけんじゃんとかなるタイプかもしれないのでかも、ちょっとこれは中地図ポイントやめます、じゃあ保留保留、でもちょっとそこが気になった、フレームレート気になったのは事実、はい、はい、サイコブレイクで時間を使ってしまった、まあ、すっきりしたよ言えて、よかったよかった。で24日かな、これは9日かなにプレイステーションビータのマイクラが出ましたね。おでこれは PS3 版を持ってたんで412円で買いました、はい、安い安い、ありがたいねこういうの、評判いいっすよね買った人の、うん、いろいろ実況者さんの中でもビータ版のマイクラが面白いって話も聞きますし、ね、すごい快適ですよ、 PS3 版と何ら変わんない感じで、全然遊べます、楽しい。まあ残すは PS4 ですよね。そうなんですよ、それでなんですよ、PS4 でパッケージだダウンロード版だで出したら PS4 自体の売り上げも上がるような気がする。上がる、だってバカ見て売れてるでしょソフトは。ああから、なんでぜひ来てほしいですよね、うん、もうなんか公式もそろそろ発表できますって言ってるんで、そろそろ来るんじゃないかな、今年中に来たらテンション上がるけどね。上がりますね、クリスマスプレゼント的な発表を心待ちにしたいと思います。このラジオが上がる頃にはもしかしたら何か動きがあるかな。ああそうですね、はい、はい、11月、こっからですね、11月13日、 COD アドバンスドウォーフェア、よっコールドキューティーですね、やってるよ、よかった、今回の COD は良かった、当たり当たり、すごい楽しい、最初出るときはあのエグゾシステム、はい、ブーストねとかジャンプだとか、うん、これちょっと色物じゃないのって
思っちゃってたんですけど、はい、もう COD のスタンダードにしていいんじゃないこれ勝手にそう思っちゃって。そうですね、もうありえない、なしはあのブーストジャンプとかタッチなしが逆に考えられなくなりました、うん、次の COD がまた普通の感じになったらどうなんだろう、うん、気持ちよく遊べるのか自信はないですか。ないですね。あ、楽しく遊ぶんだろうなって言ったらきっと、ただそう思わせるぐらいこの縦横無尽、うん、飛び回る感じが楽しくて爽快ですね。うん、これマップを考える人が苦労するよね。縦にも考えない。そうですよね。いや、頑張ってほしいな。うん。まあ、マグロさんも相当動画を上げてるんで。やってますね。僕のも上がってないんで、マグロさんの方に見に来ていただければ、いろんなパターンを。動画にしてるんで、僕は考えるのが結構楽しいんですよね。ああ、うん。同じパークばっか使っちゃう癖があるんで、まあ楽しいです。COD アドバンスドオフェアはすごいいいですね。いいですね。すごい面白い。COD 次回作とかでも BO みたいなちょっとこうまた古い戦争もの現代戦ぐらいまでとか戻る、ちょっと前ベトナムぐらいの、うんうん、もう次世代基盤ってあんまり見ないじゃないですか。てかそうですね、みんな近未来しちゃいます、うん、キルゾーンとかね、シャドウフォール、うん、近未来なんでちょっとこう土臭い泥臭いような戦争ものを出してくれても面白そうだな。いいですね。実銃が出てくる、撃てる。うん。ちょっと前です。まあメダルオブオーナーシリーズが生きてれば出したんだろうな。まあいいやその話は。あで13日進めキノピオ隊長って。お。Wii U のソフトですね。これは頭使わせますね。すごい面白い。一体パズルみたいな。タイパズル、まさに。一体パズルですね。進め。これ結構パッと見子供っぽいんですけどね。はい。多分小1小2はめっちゃむずいと思いますね。最後まではいけないんじゃないかっていう気がしますよね。見てて。で僕もその途中までなんだろう、星を集めれるんですよね。ステージをクリアすること自体は簡単なんですけど、はい、というかまあ頭を使えばいけるんですけど、クリアした後に、はい、特殊条件みたいなのが出てくるんですよね。はいはいはい。で攻撃を食らわないとかバレないとか出てきて、うん、それもクリアするとそのステージを完全クリアしたことになるみたいな、うんうん、そこを埋めていくとねかなりボリューミーで、1000円しないぐらいのソフトなんですけど、3,200〜300円かなぐらいなんですけど、もう元は取れるレベルの。あとはもう可愛いんですよね、キノピオ隊長が。可愛いですよね、あれ。可愛い。非常に可愛いですよね。うん。だキノピオ。Wii U 持ってる方はおすすめです、これ。うん、だこれシリーズ続くと思うんでね、キノピオ隊長2とか。あの感じだったらね、どんどん出せるんじゃないかな。うん。と思います。おすすめ。これはポイント高い。そして、13日、次の木曜日ですね。はい。アサクリユニティ、アサシンクリードユニティですね。UBI。おお。まあ、またアサクリかと。今年アサクリじゃあれか、2本買ってるのか。ブラックフラッグと。アサクリってでもそんな出るんですね。アサクリはもう1年に1回出ますね。必ず。え、でも今年でもってこと3本出てるってこと？アサクリシリーズ。いや、このアサクリ4じゃないや、アサクリのブラックフラッグっていうのは去年の年末に PS3 版で出てるんですよね。あ、そっかそっかそっか。で、海外の人は PS4 版も
去年遊んでるんで、まあ出ちゃった、ブラックフラッグ自体は去年のタイトルなんですよね。そうです。で僕は次世代基盤がやりたいと思って我慢して買ったんですよね、うんうん、でまあ今作ユリティ、はい、ローグっていうね3本出てるって話しましたけど、ローグっていうアサシンクリードローグっていうのが PS3 版に来てますそれはどうしようかな、遊ぼうかな、なんか面白いっていう話聞きますよ。そうなんですよね、評判なんか良さそうですよね。アサシンクリード外伝っぽい感じで遊べそうなんでちょっとやりたいかな。 UBI が次世代機のアサシンクリードとを見せたいっていう気持ちと、その PS3 版というか PS3 ユーザー、今までのファンの人たちってアサシンクリードがスタートしたのが PS3 版なんで、あ昔からのファンのためにもゲームを出したいっていうことで PS3 と PS4 で違うタイトルを出してるんですよね。でも UBI すごいファン思いなんですよね。そうですね、だからすごい好きなんですけど、一番 UBI のゲームを買っている気がします。いやいで、まあユニティもすごい楽しくて、独立戦争、はい、独立戦争じゃないな、独立戦争じゃない、革命か、フランス革命、パリだとかフランスあたりを描いているゲームで、はい、これまた楽しいんですけど、出た当時にバグがひどくてフレームレートがガタガタになるっていう、あそういうバグがあって、で本当に何サイコブレイクみたいな感じじゃなくて、本当にコマ数が何だろう1秒間に2枚とかそんなレベルまで落ちるんですよ。壊れたんじゃねえか、そう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 、焦るぐらいの希望かなって思うぐらい、うん、落ちるからD3 パブリッシャーごめんなさいそれで UBI は何をしてきたかっていうと、あれです、ごめんなさいちゃんと謝罪して DLC を無料で配りますと、 お金はいりません。でも先にシーズンパスとして買っちゃった人は UBI のソフトをプレゼントしますと、何本かの中から選んで。これは太っ腹だね、うん、すごい決断ですよね、うん、もう UBI 大好き、これ UBI 上の方何か組だろう削られてやらしい話いやなんですごい好きです。 UBI のねソフトだったら別に何だろうつまんなそうでも遊べるかな UBI っていうだけで、 UBI ってだけでちょっと興味が出るぐらい好きですね。 UBI 引き、昔はエレクトロニックアーツが好きだったんですけどね、はい、なんか UBI の方が、まあ、朝クリファンだからってのもあるかもしれないですけど、うん、まあおすすめです。朝クリユニティおすすめですけど、爽快感を味わいたいならブラックフラッグかな。ああ、なるほど。アサクリユニティはネクストジェン、ネクストゲン、ネクストジェンシステムかな、なんか開発をまた一新したので、建物への上り下りが雰囲気が変わって、はい、まあユニティの方が僕は好きなんですけど、よりよりはその次世代機を見せるがために人のオブジェクトを増やしたんですよね。うんうん、革命なんでこう国民がね、市民がめちゃめちゃこう怒り狂って暴動を起こしているシーンとかで人がいっぱい描写されてるよっていう、うん、してるような気がするんで、そこがまたねちょっと邪魔っ気になっちゃうところも少なからずあるんで、人あどうし、うん、なのでまあでも面白いです、すごい楽しいです。今作からコープもついたんでね、うん、おすすめですね。そして次の木曜日、ここがねもう財布の中カラッカラになってるんですよ
次の木曜日が、あれですね、ドラゴンエイジ、インクイジション。ああ。これがエレクトロリックアーツさんのゲームですね、EA。アーツ。これは、ゴーティーを取ったんじゃないかな、ゲームオブザイヤー。ああ、そうですね。取りましたね。たくさん出る前からすごいいっぱい賞を取って。いやー、これはね、今、温めてます。今遊ぶべきゲームじゃないなと思って。っていうのは他のゲームを今たくさんやっちゃってるので、はい、ちょっと置いておこうと。すごいシナリオがね、時間が、うん、取れる時が大変なので、いやー、羊の肉取ってきてくれって言われるだけでもワクワクしてさ、羊行ってさ、うわー全然お使いしてんのに楽しいって。やっぱり次世代機でやるファンタジーはこれが僕は初めてだと思うんですよね。PS4 で、うん。ファンタジーものって今出てないと思うんで、あんまりそうですね、思い浮かばないですね。なのでこれがファンタジー好きにはたまらんのじゃないかなと思います。僕どっちかっていうと SF よりファンタジー派なんで、ああ、まあ SF もファンタジーって言ったらファンタジーかもしれないですけど、なんか剣と魔法の方が好きなんですよね。おお、ビームとかよりもよりはこっち派かなと。まあなんでインクイジション、ドラゴンエイジ出してるとこがバイオウェアっていう開発元なんで、ここはあれですね、マスエフェクトシリーズっていう、なんだろう、 SF ですね、完全に SF の、うん、これまたシナリオが重厚なゲームが3まで PS3 で出てるのかな。で面白めなゲームなんで PS4 にも来るんじゃないかな。開発終わってなければ来るんじゃないかなと思います。インクイジションはもうまだ、なんだろう、面白いって言い切れるとこまではやれてないんですけど、触りはもうニヤ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 しながら遊んでます。やっぱり、ね、スカイリムが、お手間さんはスカイリム好きなんでわかると思うんですけど、普通に関係ないなっていう小屋に入って誰もいないって思った机の上に手紙があって、まあ、何気なく、まあアチーブだろうなと思ってこう拾うじゃないですか。そうすると、はい、探さないでくれとか書いてクエスト欄がこうボーンって一個埋まるみたいな、あ、なんかクエスト始まった、探しに行くかみたいな。で探してる途中でクエストまた 2,3 個拾っちゃうみたいな。そういう感じがね、たまらんですね、このゲームは。はい。で、次の木曜日。はい。また連続して毎週のように幸せな週です。贅沢な週ですよ。次の木曜日に、4日ですね。12月入って4日。リトルビッグプラネット3。お。これが出ました。これは PS3 時代に1、2とめちゃめちゃ遊んだので、まあその流れで買いました、うん、もちろん面白い、クリエイト部分も楽しい。ただ今一つね、その純粋なアクションステージみたいなのを作ってたりするんですけど、はい、ああこれが時間かかって楽しくて大変ですね、なかなか。あ、自分でステージを作れるゲームなんですよね、はいはい、プラネットが普通に用意されたシナリオもあるんですけど、はい、自分で作って今全世界に850万ステージ以上上がってる、他のプレイヤーさんが作ったマップがたくさん上がってて、そういうのを遊んだり自分で作ったりするのが大事ですね。日に増えていくわけですもんね、それね。うん。なんでまあつまんないのもたくさんあるんでしょうけど、ロードしちゃえば数になるんで、うん、しかもシーケンサーとかも使えるんで曲も打ち込みができちゃうんですよね。あとはその録音機能もあるんで、モブに喋らせたいことを自分で喋っちゃうっていう、あはあ面白いな、そういうこともできちゃうんで、本当に自由度の高いクリエイトゲームですね。うん。で同じ日にザ・クルー、こいつはもう動画がたくさん上がってますけど、こいつはちょっとびっくりしましたね。思ってた以上に楽しい。うん。
まあ、こいつも UBI なんですけど、まあ、UBI からお金もらってかってぐらい UBI のことを褒めてますけど払ってる側ですからね UBI。 そうそうそう、はい、いや UBI のゲームは外れねえな、ほんと困るな。聞いてますか UBI の人って。 UBI の人、ザ・クルーはオープンワールドレーシングゲームなんですけど、まあ、これも動画が上がってるんで気になる方は見ていただけたらなと思うんですけど、これがねやばいよね。マグロさんも買ったんですけど、はい、楽しいよね。楽しみですね。もうてかオープンベータでどう疑問のこれ即決でしたね。即決ではないけど、まあ製品版も買って、いやー なかなかあんまいい。プレイステーション4でその何癒されるゲームって確かに今までなかったけど、これはもう癒されますよ。うん、ただドライブするだけっていうところがすごく面白くて、もちろんレースもできるんですけど、はい、ドライブをする、アメリカ全土をモチーフにして作ってるので、基本的になんだろう、ロサンゼルス、ラスベガス、マイアミとか、そういう、うん、実際に存在するところを作ってるんで、実際そこに行ってみるみたいなのがもう旅なんですよね。はい、そこが楽しくて、あとは最近はお気に入りのダートコースを探すみたいなことをしたりして、ダートのスペックの車で走ったりとか、そうそうそう、その辺も楽しくて、これめちゃめちゃおすすめですね。うん、ゲームばっかおすすめしててなんかやだな。裏はないですよ、裏はないですけど、 UBI が面白いゲーム作るんだもん、しょうがない。そうだ、はい。で、その2日後、だからなんだ、 COD、 キノピオ、アサクリ、ユニティ、インクイジション、リトルビッグプラネット、ザ・クルーとこう続けてゲームを毎週買ってきて、その2日後にまあ12月の6日、 Wii U のビッグタイトル、スマッシュブラザーズ Wii U、 大出てたですね。これもねちょっとギリギリまで迷ってたんですけどね、まあ Wii U 持っててこれ買わないわけいかないだろう買った。そうですね、他にないもの。うん、あちょっと危ないよそれ、危ないな、殺されるまあ確かに消される、なかなかソフトが出揃わないんで、こういうビッグタイトルというか任天堂のタイトルは任天堂のハードでしか遊べないんで、うん、ここで買っとくべきだろうと。で、僕の初のスマブラですね、これが。64もゲームキューブも Wii も買ったことがなかったんで、あ、初スマブラです。まあ楽しい。どうですか？楽しいです。あ、楽しいです。まあ、ここでちょっと話をするのを忘れていたんですが、買ったものっていうので、ね、フォーカスして喋ってたんで、マグロさんラジオの方では喋ったんですけど、はい、格ゲーにハマった年でもあるんですよね。ああ。なので、ね、スマブラもまあ格ゲーっぽく遊べるかなと思って買いました。うん、楽しいです。3D じゃないや、綺麗な画質でキャラクターが動く感じはね、とても可愛い。ピカチュウとか動かしてるだけでも可愛い。そう。なんで、まあ、マグロさんは来年買っていって、うん、で、はい、ここで今週は終わると思ったんですけど、その翌週、ま、その翌週にグランドセフトオート5 PS4 版買いました。なんでこれ初めてかな、 COD からでしょ、COD からアサクリ、インクイジション、リトルビッグ、そうだね、5週かけて1,2,3,4,5,6,7,8本買っちゃってるって。いやー、ああ、年末来ちゃってるね。アホだね。だから年末に詰めてるってことだよね、面白い作品を。やっぱりね。年末商戦狙って人の財布をカラッカラにしていくんだよな。うん。まあグランドセフトオート5ももちろん
面白いんですが、 PS3 版でね遊んで、これも実は実況途中でやめちゃってるんですけど、今作というか PS4 版は FPS 視点が追加されてライティングが綺麗になって、うん、この FPS 視点っていうのがすごいでかいですね。これ目で買ったかな。そこは一つのねセールスポイントみたいな、うん、こうありました。これが発表された時はすごい騒がれましたよね。うん。で FPS 視点でクルーに通ずる、ドライブ系のクルーに通ずるね、ちょっと面白さがあるんですよね。 FPS 視点で街を走るんじゃなくて歩くんですよ。もうね、かん、ゆっくり見る感じね。やばい。ちい散歩ならぬ中散歩。中散歩。うん。すごい。ロスサントス。そう。でギャングの街とかさ、カッポしてるとさ、めっちゃ殴りかかってくんの。うん、でそのギャングの飼ってる犬も噛みついてくるからさ、FPS 視点で走って逃げるっていう。なかなか。楽しい、楽しそうゲームでした。はい、すいません長くなりましたが、いえいえ、ここでコンシューマーが終わりました。30のハードが3機、 Wii U、 PS4、 あとは1台入ってるのはこれビータの2000ですね。ああ1000を持ってたんですけど2000に乗り換えたじゃないかな。最近ねレビューチャンネルの方のビーター2000のデビュー、1000と2000を比べて2000をベタ褒めしてる動画なんですけど、そちらによくコメントをいただくので、なんかよく見られてるんだなって気がしますね。じゃあ気になってる方いるんですね。1000どっちがいいんだろうみたいな、ね、実際ねやっぱりネットのを見ると2000が劣化だで、うん、出た時は言われてたんですよね、うん、雪イエル乗っけないとかで基板で見えるとかいろいろ言われてたんですけど、うん、なんかそれが悔しくて、携帯機で一番重要したいのが、重要視したいのが僕は軽さなので、はい、とか言いながら 3DS LL を使ってるけどまあそれは画面サイズの話だからね、うん、携帯機として軽くなるっていうのと、マイクロ USB で充電できるようになるっていう、独自規格使わなくなったってのが、あ、それいいっすね。うん、だから Android のスマホ使ってる人とかもね、マイクロ USB なんか余ってんじゃないですか。うん、またいちいちコンセント、入れ替えてその、そうそうそうですよね、コンセント占領しちゃうってのが、うん、すごい腹立たしくて。だね、3DS もマイクロ USB かミニ USB にしてくんねえかな。そうなね、あれも独自規格で、うん、あれこれってでもミニ USB なのかな、 USB ないよね、なくね、しかもニュー 3DS ついてこない、最初ついてこないですよね充電器は。あーそっか、私はね LL はついてこなかったけど、普通のにはついてたんだけどね、うん、価格を抑えようとしてるのかな、それ分かんなくてね買わずに帰っちゃう人もいるよね。まあ大体お店の人が言ってくれるんですけどね、あの、あ、充電できませんよみたいな、いらないっすとか言っちゃう、そっちも、ね、最初いらないって言っちゃった、分かんないけどいいで駐車場で車戻ってダメじゃんってなぜやっぱりでしょ買いますっつって、店員が言ったやん、言ったよ私すいません、いやうん、まあそんな感じかな。はい、どうよ体力の方は。大丈夫っすよ、いけんの。うん、今1時間経ちましたとりあえず、はい、で PC 版はブワーッと喋っていけるんで、はいはいはい、今37本とハード3機の話をしましたけど、 PC 版はね今年43本買ってます。お、超えてきた。これがね結構僕の中で
つっついてくるゲームが何本かあるので、うんうん、ちょっとバーッとね、もうまたこっから1時間半以上は喋れないのでバーッと喋ってきますね。はい、まずまあこれも時系列順になってるんですけど、これね、はい、Steam で買ってるんですけど、ほとんどのゲームを、はい、Steam って買った日時と買った値段が見れちゃうんですよ、うん、ちゃんと。あ、そうなんだ。気を残してくれてたんで、すごいピックアップしやすかったんですけど、はい、この月こんだけ買って、しかもこのゲームなんだって、このタイトル、え、俺買ったのって、しかも300円とかで買って積んでるやんっていうゲームが、なんでこれ一番43本買ってるんですけど、うん、使ってるお金、うん、全然使ってないですね。あ、安い時にとか、もう1本が安いっていうのが、うん、一番高いもので3000円かな。あとはきっと喋ります。はい、声がお願いします。まずはラスト、これ1月入ってすぐですね、ラストか。これはマグロさんもだいぶやったんじゃないかな。やりました、まあ、サバイバルゲーですね。はい、よくあるサバイバルゲー、まあよくあるっていうか、ちょっと重機っていうよりは、まあ最終的に重機も使えますけど、どっちかっていうと生きる、生活する感じのものに僕は見えましたね、うん、で次 DayZ、 おもう知ってる方は多いんじゃないでしょうか。これが一番高かったですね、僕多分3000円で買ってますね。おお、でまあ下げないですよね、 DayZ はね。 DayZ はね強気なんですよね。 DayZ 出してる、うん、でアルマっていうすごい戦時シミュレーションゲームみたいな、はい、FPS なんですけどね、すっごい細かいんですよ、はい、自衛隊の友達がいるんですけど、はい、その子がすごいテンション上がるみたいな。ああ、もう専門家がそうそうテンション上がってるやつ。なんかしゃがみ方にもいろいろ種類があったりするんですよ。ははあ、そこまで再現してるゲームですね。まあそれのゾンビ版を DayZ っていうものを作って、過去にすごい流行ったんですよ、その本家より流行っちゃった感じの。はい、で DayZ のスタンドアローンって呼ばれるもの、その昔はそのアルマっていうものにモッドとしてゾンビモードみたいなのをつけてたんですけど、それが流行ったんで、もうゾンビ主体の DayZ をスタンドアローン版一本のゲームにしっつって作ったのが DayZ なんですけど、はい、僕が買った時はね、アルファ版、うんうん、もう本当に最初の初期のアルファビルドされた時のだったんですけど、まあちょっとね遊べるものじゃねえなと思って、うん、2日やってやめちゃいましたね。なんでまあどん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 良くなってきてるんで、うん、まあ、正式リリースされた頃にまたやろうかなと思ってます。まあ持ってりゃね、この PC ゲームのいいとこはどんどんアップデートがバン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 コンシューマー版よりも入ってくるような気がするんで、うん、あとはアルファ版なんでね、早期アクセスのゲームにあまり文句は言えないので、こっちがね先に早くやりたいからお金出してるだけなんで、うん、まあ期待の今後に期待とサバイバルゲームですね。で、はい、デッドアイランドリップタイドっていうクソゲーですね。これは次に行きますね、はい、はっきり言いました。はい、クソゲーです。ゾンビのただひたすら近接武器で投げ倒しクソゲーですね。でサンクタムはストラテジーなんですけど、はい、FPS なんですよね。ん、 FPS してでタワーディフェンスじゃないですけど、ゾンビじゃないな、ちょっとエイリアンみたいなモンスターが襲ってくるんですけど、とあるコアを狙いに来るんですけど、はい、そこを自分らで道を作るんですよ、そのタワーディフェンスっぽく、うんうん、でなるべく遠回りさせてコアまで行かせる。お、行かせちゃいけないんですけど、コアまでなるべく遠い道順をそのタワーを置いて作る、はい、でそのタワーもミサイルとかでこうチュンチュン攻撃したり足遅くしたりっていうタワーを立てていくんですけど、うんうん、で開始した時に自分らも FPS なんで銃を使って倒しに行けるんですよね。
っていうのを4人コープ、あれ6人だったかな、なんか変わった数だったかな。で PC 版で、これもね今セール来てんのかな、本当に安いです。200円以下とかで買えちゃう、ああ安いゲームなんで、サンクタム2かな、2がいいですね、おすすめ、すごい楽しい。で絵面もね、思ったるいゲームじゃないんで、スペックじゃないと動かないとかそういうゲームでは全然ないので、あいいっす、嬉しいですね。 L4D2 とかが動くんなら動くかなって感じ、ああ思います。で次アウトラスト、これはホラーゲーですね。まあ買ってやってないっていう、途中までやりましたね、途中までやった、うん、キャスでちょっとやって、まあ怖いからやめたと。はい、これはあれじゃないかな、 COD 作って、アクティビションかな、何だったかな、 COD だったかな、アンチャーテッドとかなんかその辺の有名なシナリオ系の人が合同で作ったんじゃないかな、うん、まあ、めちゃめちゃおすすめですけど怖いですよ、1500円ぐらいで買えるんで、おすすめです。で、ギャリーズモッド。これはもう古いゲームなんで、あんまり喋りませんけど、もうモッドの塊みたいな。いろいろできるやつ。そう。ですよね、なんかね。もう、素材があって、そこでなんかアイテム置いて、爆発させてみたりとか、うん、バップ作ってみたりとか。で、買いました。これも安い。で次ファーミングシミュレーター2013、これはね後にマグロさんと遊んでるんですよね。はい、すごいコアな作業ゲーで割と楽しいんですけどね、うん、持ってるより楽しいです。ひたすら麦とかを作って、今一番売れる作物は何だっつって、使えない場合冷凍を見て、そう冷凍を見て物を売り栽培しっていう感じですね。これ面白い、なかなかおすすめ。普段高いんですけど、セール来るとガクンと値段下がるって、その時が狙い目かな。その次がサージェンシミュレーター、これはねちょっと動画にして評判良かったんですけど、手術のゲームですね。はい、独特な、まあ見たことある方も多いんじゃないでしょうか、うん、まあおすすめ、おすすめっていうか、まあおすすめはしないですけど、イライラするんでね。まあセールの時でもね、ちょっと買って。セールだと500円切りますんで、うん。おすすめですね。で、マックスペイン。これロックスターのゲームですね。マックスペイン。これもなんかロックスターのセールが来た時に300円だからそこらで買って、3かな、買ったのは。3と2を買ったのかな。3は PS3 にも来てますけど、これも、面白いです。すごいスローにしながら銃を TPS なんですけど、渋いおっさんが銃を撃って横飛びとかした時にスローにするんですよ。あーなんか映画である、そうありがちな。で敵を撃ってて、敵のやられモーションとか、まあロックスターがうまいんですけどね、グラセフでもそうです、はい、血撃ったらこう足から崩れるとか、うん、モーションがしっかりしている、かつ難しいんですよね。自然回復じゃないので、あ、そうなんだ。回復薬をうまく使いながら、かなり難しいですね、うん、難易度ちょっと難しめで始めると本当にトライアンドエラーですね、うん、もうおすすめ。 PS3 版がいいんじゃないかな、 PC 版でもいいと思いますけど、少し重ったるいゲームなんで気をつけてください。次、バイオショックインフィニティ。インフィニットだったかな？っていうゲームがあります。これ、バイオショックシリーズの3作目にあたるゲームで。これもね、絵面が独特のゲームですね。これもセールで1400円ぐらいかな。すごい面白いですね。これ3というか、インフィニットは、まあ難しいんだよな。世界観が難しいんですけど。ちょっと夢物語じゃないですけど、不思議な世界で大空を飛び回ってというか、ワイヤーをね
こうシュル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 っていろんな、まあこれはちょっと説明がしにくいんで、ぜひ動画見てください。はい、そして How to Survive。これはマグロさんも。がプレステ3版を積んでますよね。はい。もうサバイバルゲームで、ある程度見下ろし方の通ったサバイバルゲームですよね。はい、ストーリーがしっかりついてるサバイバルゲーム、2人までコープができるんで、フレンドと会いました。はい、倒されました。マグロさんはね、3人で一緒に勝った。3人でやろうとしたら2人まで、1人余っちゃう。キャラクターがね、せっかく4人選べんのに、4人にしてもいいかなって思うんですけどね。ねえ、まあ、How to Survive、 これも PC セール来るとめちゃめちゃ安いんでおすすめです。そしてここで僕はインディーゲームのハマったというか、はい、すげえと思ったんですけど、僕が一番今年遊んでテンションが上がったゲームですね。プロジェクトゾンボイドっていうゲームが、ああ、ここで出てますね。これは本当に面白いですね。面白い面白いです。数見ました。止まらないぐらい面白いです。これもね、コープが来るとかいろいろ言われてて、まだ開発段階のゲームなんですけど、プロジェクトゾンボイ、まあ一人でやっても十分面白いんだけど、うん、これはねちょっと動画を見ていただきたい。すごい面白いので、いくつか 2,3 本あげたかなと思うんで、紹介動画、長いダラダラやってるやつとフレンドと遊んでるやつをあげてる。面白かったな本当に。ジェストですごいんですよね。電子レンジに弾薬が入れちゃうと、はい、いっちゃうんだそれ。あ、じゃあこれは見てもらおうか。よいしょ。これは動画を見ていただいて、すごいね、細かく作ってあるんですよ。うん。で、視界がね、外にいて自分は景色見えるんですけど、主人公が向いてる方向しかゾンビを視認できないっていうのがすごい面白くて、一見大丈夫そうでも後ろにモンスターがいないように見えても、それは自分が後ろ向いてないからなんですよね。そういうとこも面白くて、面白いですね。自分が受けるステータスがめちゃめちゃ多くて、あ、ストレスとか不安とか、うん、怒りとかで、怒りがあるとこうスタミナが消耗しちゃうとか、あ、で完全にゾンビから襲われない、はい、すごい綺麗な空間を作ったとしても今度は退屈ってステータスがつくんですよ。はい、で退屈がつくと、あの、はい、ストレスがたまるんですよ。あ、だから落ちてる本とかを読むんですよね、雑誌とかを。そうすると退屈さが抜けるっていう。あ、面白いな。うん、すごい細かくて、細かいですね。で、始めた時はね、家がもうほとんど人はいないんですけど、自分だけなんです。はい、電気が通ってて水道も通ってるんですけど、日に、はい、水道は止まり、電気は止まり、で自然界から水を集める方法を見つけなきゃいけないとか、あとはゾンビはだいたい群れをなして移動してるので、うん、すごい平和な街を見つけてそこに住んでいても群れがね、ズワーって来ちゃうんだね。うん、これはね、ウォーキングデッドが好きな人はテンション上がるかもしれないね。おすすめです。これはね、めちゃめちゃおすすめ。1500円するんですけど、これはもう6000円払っても買うべきゲームめちゃめちゃ面白い。その次、バニッシュド。これはシムじゃないな、シムビレッジぐらいの感じかな。すごい村かな、村を作っていくファンタジーっぽい村なのかな。ファンタジーではないけど、中世ヨーロッパ臭いっぽい、うん、感じの村を作っていくシムシティみたいな感じです。土地開発系のシミュレーションですね。うん、これも面白い。これもね、2000円か1500円ぐらいするんですけど、これもおすすめ。この辺はね、日本語対応してないんでちょっとあれですけど、ウィキが結構充実してるんで、あ、おすすめですね。開発者が一人なんでしたっけ。そう、バニッシュは一人で作ってるって言ってましたね。なんでバグ取りがやべえっつってブログ書いてましたね。バグ取り大変だ、マジでやべえって書いてあって、だから本当にごめん、本当にごめんけど、もうちょっと待ってっていうの書いてあって、
なんかそういうのも面白くて応援したくなりましたね。うん。で、ゴートシミュレーターですよ。これは知ってる人多いんじゃないかな。コーヒーステイン。なりましたもんね。コーヒーステインかなっていうスタジオが作ってるんですけど、実はさっき言ったサンクタムっていうストラテジーを作ったところが作ってるんですよね。あー、なんかちょっとキャラがポッと出てくるシーンがありました。そのサンクタムっていう。あ、はいはいはい。なんか中井さんがテンション上がってたような。あー、そうか。サンクタムに出てますねって。うん。だかもしれない。そう、同じとこが作ったとは思えない感じのバカゲーみたいなのが。で、ゴートシミュレーターを作った人は1週間ぐらいでポットで作ったけど、これを買うぐらいだったら、10ドルのレンガを買った方がマシだって公式が。それでもいいんだったら遊びなって。グラセフのようなオープンワールドだけどグラセフと思ったらやばいぜみたいな。で、あってもうドブに捨てるつもりで買えって書いてあって、すごい面白い。じゃあ買ったると思って、うん、買って、まあ面白いですけど、まあ一日で飽きるかなっていう。でもこういうバカゲーが出せるのもインディーズのいいとこですよね。パッケージでは擦れないよな、これ。ああ、怖くて。うん。無理ですよ。すごいおすすめのゲームです。まあ、おすすめはしなくていいか。まあ、たくさん実況が上がってるんで、ぜひぜひ、他の人の動画を。僕はあんまり上げてない。飽きた。やってるじゃないですか。次、スペースエンジニア。これは、あれですね、これも多少動画を1本上げてますね。フレンドさんと遊んだ動画が1本だけありますけど、宇宙シム、宇宙シムじゃないな、宇宙船シムに近いマインクラフト宇宙版って思ったら、思って買ったら大変なことになるぐらい結構細かいんですよね。鉄をね、惑星から掘り出して、それを加工してブロックにしてっていうのがすごい難しくて、でも本当に細かいとこまでいじれるんで、光量、炊いた光量の色とか明るさとか、あ、船にね入るときは船の下に重力がないと乗れないじゃないですか。はい。なんで重力を発生させる装置をつけて、ここに何 G かけますかみたいな。面白い。そういうの好きな人は多分たまらんでしょうね。たまらんでしょうね。うん。ビキが、まあ今は、あれかな、良くなってるのかな。日本語対応してないってのと、ビキが、はい、してたので、僕の時は。ああ。と、難しかったですね。船動かして終わりだったんですけど、これは相当可能性を秘めてるゲームですね。もちろん、コープもできるんで、おすすめです。おすすめですっていうか、まあおすすめはしない。おすすめはしないっていうのはちゃんとやってないからなんですけど、あとはエボランドっていう、これはキャスでちょっとやったんですけど、最初はドット絵の白黒のゲームになるんですけど、アイテムを拾っていくんですよね。32ビットとか拾って、色合いがね増えたりとか、 BGM の宝箱を開けると BGM が流れ出すとか、そうやってだんだん今風のゲームに変わってくるんですよね。レトロなゲームから。これもおすすめ。面白い。で、キャッスルストームっていうクソゲーをやって、これはもういいです。これもフレンドさんってやつけどね。フレンドに120円ぐらいだったんで、フレンドに1個買って、配って2人でやった、うん。30分ゲラゲラ笑って終わったっていう。で、まあ、ポータル2。これは有名なんで、パズルゲーですね。バルブの作品、ポータル2。これは皆さん知ってると思うので、スルーします。もう古いゲームなんでね。で、次、スーパーヘキサゴン。これはね、面白い。キャスで何回か。うん、キャスで、キャスのフレームレートじゃ間に合わないゲームなんですけど。動画もね、1本作ったと思うんですよね。スーパーヘキサゴン。これは面白いです。ただね、PC 版じゃなくて、スマートフォン版があるんで、そっちの方がいいかな。PC
までやるゲームじゃないと思うんで、そういうこと言っちゃあれだけど、暇な時間に、うん、ちょっとやるゲーム終わらないように注意してくださいね、イライラして、ね、難しいゲームです。ただおすすめですね。スマホ版も300円ぐらいで、 PC 版もセール来たら100円ぐらい、うん、なんでおすすめです。で、ドローはスティックマン、これもあんま面白くなかったんだけど、最初に自分で棒人間描くと、その棒人間が動かせるっていう、ちょっと冒険ができるよっていうんだけど、もう棒人間全然描けないですよね。で、挙句にこう、なんだろう、ゲームが起動しなくなっちゃって全然やりませんでした。これも100円ぐらいで買ったんで、まあいいかと。で、スタンリーパラブル、はあ、疲れてきたな。スタンリーパラブルっていうのは、これはね、実況してる人も割と多いと思うんですけど、はい、あるオフィスからキャラクターを動かし始めて、そうするとナレーションが聞こえてくるんですよ、はい、あなたは今会議室に向かおうとして、まあ英語なんですけど、はい、します。そしてあなたは右のドアに入るでしょうって言うんですけど、右と左にドアがあって、はい、そのナレーションじゃない方に行くと、うん、だんだんナレーションの人がこう意地悪をしてくるんですよね。彼は右、左を選びましたね。どんなことが起きちゃうんですかね。つってこうどんどん不思議な世界、ちょっと怖い感じもしますね。うん。不安になるような。これがね。パッケージがちょっとなんかあのコンピューターの画面みたいなやつです。ああ、はいはいはい。これすごい面白い。日本語化もね、ちょっと手間ですけどできるんで、ぜひおすすめです。で、ウィッチャー2とかを買ったりして、まあこれ、はい。やってないのでお話できません。で、しゃべるナイト、おしょっちゅう話してますけど、話してますけどっていうか仲間内では話すんですけど、しゃべるナイトっていうロックマンめっちゃ好きですみたいな外人さんが作ったレトロっぽいゲームですね。で、松前七海さんっていうロックマンの曲を書いていた方を呼んで、うちのインディーズのゲームに曲を提供してくれっつって、そこまでしちゃうぐらいロックマン好きな人たちが作ったシャベルを持ったナイトなんですけど、これがまたすごい質のいいゲームとしては、ロックマンっぽい感じのゲームです。これおすすめです。これも1500円ぐらいかな。ただ1500円の価値はあると思います、好きだったら。で、ちょっともう、はい、疲れてきたな。どれぐらい今？もう PC ゲームは半分喋った。半分喋った。ちょっとお茶を飲むぜ。よし。はい、終わらせるぞ。今年最後の間。大喋りだから頑張るぞ。頑張るぞっていうか、マグロさんをこう生殺しにしてる感じがして。何が？非常に楽しいですけど。やってきます。はい、ランドマークっていうゲームがあります。これは MMO なんですけど、マインクラフトみたいに好きなもの建てれるんですよね。MMO のみんなが入れる空間に自分の好きな建物を建てれちゃうっていう、一見ね、地形をボコボコにされちゃうんじゃないか、家を壊されちゃうんじゃないかって思うんですけど、うん、自分が建てたい拠点を見つけて、そこに旗を立てると他の人は破壊できない空間になるので、ああなるほど、頭いい、そこに家を作ったりしてやっていくゲームですね。なんか日本に、僕がやった頃が7月8月ぐらいかな、日本のサーバーが、アジアのサーバーがなかったんでガクガクだったんですよね。なんでアジアのサーバーがあれば楽しめるんじゃないかな、うん。で、ザ・フォレスト、これもね、またラストとかデイゼットとかあの辺に近いんですけど、まあ、飛行機が墜落したその先で、森の中なんですよね、フォレストっていうぐらいなんで、森の中に墜落して、なんかわけわかんない原住民に殺されそうになりながらサバイバルするゲームですね。これはね、うん、割と面白い。しかもフォレストって PS4 に来るとか、そんな話ありましたよね。ありましたね。なんで、コンシューマ版にも来るみたいですね。コンシューマ版、うん、コンシューマ版に来たら、
実況してもいいかな。まあ、ちょっとフレンドとやった分は撮ってるんですけど、録画してあるんですけど、それもおいおい公開しようかなと思います。まあ、まだちょっとアルファ段階なので、やれることは少ないですけど、面白いです。質感としてはいいですね。僕はラストよりこっちの方が好きかな、フォレストの方が。MMO じゃないんでね。MMO というか、他の人がいないんで、割と一人で、あとはコープで、好きな、普通に好きなフレンドと遊べる。邪魔されずに。邪魔されずに。まあ、邪魔される、原住民に邪魔されるだけ。あ、ね、ちょっと、これ、ちょっと今、ラジオネタで出てきたわ。PVE と PVP の、まあいいや。ホットラインマイアミっていう、これは有名ですね。もう古いゲームの見下ろし型の、なんて言うんだろう、アクションゲームかな。古い GTA みたいな、昔の見下ろしの GTA ってちょっと近いかな、そういうゲームがあります。これもおすすめですね。セール来るとめちゃめちゃ安いんでおすすめです。そしてオクトダット、これは PS4 にも来るみたいですが、お父ちゃんがタコなんですよね。オクトダットでそのままなんですけど、自分がもうどう見てもタコなんですけど、バレてないんですよ、ギリギリ他の人に、人間にね。なんでタコってバレないように人間の奥さんをもらって、子供もいるんですけど、その中でタコってバレないようにミッションをこなしていくっていう、これもまたぶっ飛んだコンセプトのゲームですけど、なかなか面白いです。これもストレス系ですね。サージェンシミュレーターに近い操作が難しいんで、イライラしながら遊べると、うん。なんかちょっと流行ってますよね。アイアムブレッドだっけ、なんかパンになる。あれも結構イライラ系じゃないかな。そうですね、似たような感じです。その類だと思います。で、これもまたね、ペーパーズプリーズっていうゲームなんですけど、これはフレンドさんに教えてもらって遊んだんですけど、これめちゃめちゃ面白くて、つい先日、iPad 版も出ました。なんて言うんだろう。入国審査員。ああ、そうです。入国審査員になって、この人はうちの国に入れていいのかなっていうのをチェックしていくゲームですね。これ、動画はちょっと撮ったんで、めちゃめちゃ下手くそプレイをしている動画があるんで、そちらを見ていただければ。質感がすごい面白いんで、渋い感じのゲームです。で、ステイツ・オブ・ディケイ。これはゾンビサバイバルですね。絵面が、なんだろう、ウォーキング・デッドのあのアニメっぽい絵の、ウォーキング・デッドのゲームにちょっと近い、ステイツ・オブ・ディケイ。これはすごい質のいいゲームですね。なんだろう、オープンワールドでサバイバルするっていうよりは、ちゃんとしたシナリオが組まれてるんですけど、なんだろう、自分の拠点から外に出て、仲間とかがシナリオ上ちゃんとした名前の持ってる主人公たちがいっぱいいるんですけど、そいつらが死んじゃうと、なんだろう、そこでゲームオーバーとかじゃなくて、そのままシナリオが続くんですよね。ああ死んじゃったなっていう状態でシナリオがどんどん続いていくんで、これも面白いです。ちょっとね、値段がなかなか下がらないゲームですけど、おすすめですね。セブンデイズツーダイ、こういうゲームばっか買ってんだけどね。これもラストフォレストと変わんない。セブンデイズツーダイはゾンビから逃げるプラスマインクラフトっぽい感じかな。クラフト部分がなんか結構、うん、多そうっすよね。結構しっかりしてて、これはねなかなか高くて、やっとセール来たなと思っても700円とか1400円ぐらいで買ったのかな。定価が割と高めに設定されてたけど、3000円か、ね、いくらか して、うん、高いな怖いなと思って1400円ぐらい降りてきて買ったんだけど、ちょっとまだマルチ部分が微妙でやってませんので、あまり評価はできないけど、コンセプトは面白い。ただ高い。最近でもふつふつと来てます。うん、動画上げてる人とか。高いって言い方したくないんだよな。インディーズゲームにおける価格設定の話とかしたいんだけど、まあここではしません。長くなる。で、スターフォージ。
スターフォージはなんだっけな、これは SF 版マインクラフトのあれさっき聞いたぞそれSF っぽい感じの、まあクラフトできるサバイバルゲーム。ゾンビとかではないですけど、はい、うん、これもねちょっとフレームレートガタガタで遊べてないんですよねあのサーバーの問題なんですけど、サーバーの問題が出てくるんですよね。スターフォージャーでもかなり自由にものづくりができるんで、さっき言った、なんだスペースエンジニアよりはおすすめ、うん、コンセプトはね、ゲームとして成り立ってるかはまだわからない。でデリバー、これはねすごい安く買った割に面白くて、これはキッズでもやったんですけど、はい、ローグライク系のドット絵のかわいい1分デビューとか俺1回だけやったんですよ僕シリーズして、あ、はい、そこで紹介してるんですけど、かわいいドットキャラクターが初期のデューク・ニューケムとかドゥームみたいな絵面の感じかな、でももっとかわいらしい感じのドットのキャラクターが動く 2D のなんだろうイラストがこう歩いていくみたいな感じかな、はいはいはい、これも動画があるんで見ていただきたい。これローグライクなんですごい楽しいですね。いやそろそろ終わる、そろそろ頑張って、あれでしょもう終盤でしょ、うん、頑張って。エルダースクロールズ5スカイレジェンダリーエディション、あこれはね全部入りセールが来て2400円ぐらいで PC 版がセールが来たので PS3 版で無印は遊んでたんですけど、はい、DLC をこの頃はね PS3 の DLC が来るときって僕あれなんですよね、 DLC にお金払うのが嫌いだった人なんで、ああ買わなかったんですけど、うん、こんだけ PC ゲームダウンロードゲーム買ってるからねもう言ってらんなくなってきて、でまあ買いましたと。これはまあ時間のあるときちょこちょこ遊んでます。あんまりね熱中しないように自分にシートベルトしながら気をつけて、ね、飛び出したらもういややばいから DLC のあれだけでもやってほしいクエストだで、アンターンド、あマグロさんとも他のフレンドさんともありましたね、やってますが、これは可愛くて楽しかったね、うん、無料で今のところ無料かな、これ正規版が来ると確かお金取るとか言ってたかな、あ仕切りのタイミングで販売になったかな、ちょっと自信ないんですけど、すごい可愛いマインクラフトみたいなキャラ、四角い、うん、ブロックブロックしたそうそうキャラがまあデイゼットする感じ、サバイバルする、うん、で銃とかもすごい細かくレティクルを変えたりとか、レティクルじゃないな、スコップを変えたりとか、うん、フラッシュライトつけてみたりとかそういうことができちゃうんで、結構ねしっかり作られてて、なぜかその国ではバナナが 29.99 ドルで売ってるっていうね、するんですよね、3000円するバナナの看板が飾ってあった、看板がねデカデカと高バナナとか思いながら、すごいおすすめです。これも動画を上げておりますのでよかったら見てください。でレッドファクションゲリラ、これは PS3 版で遊びましたね。これはエドさん&フミーチっていう、これはねファミ通なのかな、ちょっと公式で遊ばれてる人たちだと思うんですよね。実況者っていうよりは、なんだろう、鉄平とかわかる？わかんない。S のアーカイブスをね、はい、S1 のアーカイブスを遊んでる。これね、ちょっと面白いんですよ。PS ユーザーはね、あの PSN の、PSN？ 違うな。PS のストアか。ストアで動画が見れるんで、なんつったかな、掘り出せ、昔の PS のゲームアーカイブスをやるんですよ。ほうほうほう。ですごい面白いんで、ちょっと波長的なね
任天堂の。ああ、なるほどね。センターっぽい感じの雰囲気を持った。それ動画も多分 YouTube に上がってるのか分かんないですけど、うん、すごい面白いんですけど、その何の話してたんだっけ？その類かな。そういう感じで遊ばれてる人たちなのかな。江戸さん&ふみいち、江戸ふみっていうんですけど、はい、江戸ふみの実況とかでデッドファクションギリラがあるんですけど、めちゃめちゃ面白いんで、笑い見れるんで、おすすめです。デッドファクションギリラ自体も面白いです。デッドファクションアルマゲドンっていう次の作品もあるんですけど、僕はこっちが好きですね、はい、前作の方が。はい。で、バインディング・オブ・アイザック。これは有名な、なんだろうな、上から見下ろしてるシューティングなのかな、シューティング系。全然母親、ね、絵を見たら多分分かりますね。おう、スーパーミートボーイの感じの雰囲気なんですけど、前歯ボロボロの顔の赤ちゃんみたいな顔の子供っぽい顔、はい、なんかあるんですけど、母親がなんか神から声を聞いて、はい、子供は悪魔だみたいなのを素直に聞き入れて逆転をするんですよ、はい、子供、うんうん、そいつの悲しみとかを表現してるらしいんですけど、怖いな、ちょっと。多分ゲーム画面を見たら見たことある人も多いんじゃないかな。なんか不思議な、ちょっととっつきにくい絵面ですけど、おすすめかな。シューティングが好き、シューティングって言い方したらいいのか分かんないけど、見下ろしの、まあ結構人気なゲームですね。海外人気ですね。クリプト・オブ・ザ・ネクロマンサー、これはめちゃめちゃ面白い。これは紹介動画撮りました。音ゲープラスローグライクのゲームですね。あ、これも、これはね、なんだろう、この辺でまたね熱が入ったんですよね、インディーゲームに。ただしゃべってがその辺はこの辺で遊んでるん で、うん、でクリプトオブザネクロマンサー、これはすごい面白いですね。難しいけど面白い。ローグライク好きな人が遊んだ方がいいかもしれないですね。音っていうよりはローグライク要素を知らないと結構難しいと思います。で、これは何、アサクリ2とかその辺はいいや。ハマウチ、あー、ハマウチ、マグロさんとかとちょっとね、僕に4パックで買ってみんなに配ったんですけど、面白くない。これもなかなか質のいいゲームですね。うん、結構そのやりごたえがね難しいから、ね、難しい。いやー、これは仲のいいフレンドとやんないと、残機が共有なんで、うん、多分喧嘩になりますよ、めっちゃ死んだらすごい面白い。見下ろしのローグライクではないんですけど、自動生成では確かなかっただと思うんですよね。そうです。なんか決まってはいたんですけど、まあ難しいですね。これも見下ろしのシューティングって言えるかもしれないですね、ものによっては、うん、キャラによっては弾を飛ばすんで、これもおすすめです。これ1本400円とかで買えたと思うんで、セールが来ると。セールが来た時にみんなに配った時は4本で800円とかじゃないかな、すごい安かったんで、おすすめです。これ面白いです。で、バードストーリー。この辺はいいか。やってないしな。ローグレガシー。これは有名ですね。これ動画にしたけどダメだったやつかな。あ、動画にしたか。これは死ぬと、その主人公の息子が、能力を引き継ぎ、死に行くやつですね。これはもう随分前に出て、インディーゲームの中では割と上の方に来る有名なゲームですね。これも動画があるんで、そちらを見ていただければ。あとはスチームワールドディグっていうゲームがあります。これはね、なんて言ったらいいんだろう、これはね PS4 に来るみたいなんですよね。ていうか来てるんですよ今、買えるんですけど、プラス入ってる人は来年の2月かなんかに無料で落とせるんですよ。おー、じゃなんで待てる人は待ってもいいかもしれないですね。ただ僕 PC 版持ってるんで、ちょっとそっちで
遊んだんですけど、スペランカーかな、ちょっと違うかな、絵面っていうかなんかアリンコみたいなやつが、うん、スペランカーに近いことをするのかな、スペランキーかな、絵面的なスペランカーっていう、スペランキーか、そんな感じですね。あとは最後にユーロトラックシミュレーター2をセールの時に買ってるっていう。おお、あれもですね、これ癒されますぞ、癒されるドライブゲーですね。はい、こんなもんです。お疲れさんです。お疲れです。申し訳ない、疲れた、ガラッガラだけど声カスンカスンだよ。いや、聞いてることは楽しいんだよな、結構これが今年僕が、まあ、買ってきただね。遊んでないのもいくつかあるので、うん、全部遊んだとは言えないですけど、なんで37本と43本なんで合計わお80本今年は触ったと。やったね。いや、来年はもっと100ですね。100目指そう。100目指すか。100ってやばいよね。3日に1本終わらせなきゃいけないぐらいの。まあ触るんだったらね。そうだよ、終わらせるのはでしょ。まあ、今年は Wii U 3DS でメジャータイトル、マリオカートとかスマッシュブラザーズとかたくさん、うん、まあ一つのハードに一本しか出さない任天堂の流れを見ると、 Wii U にもこれでマリオカートとスマブラは来ないはずなので、あ、まあちょっとビッグタイトルは落ち着くのかなと思いますけど、来年はマリオ30周年じゃないのかな。お、ゼルダも来年ですか。ああ、そっか、来年発売って言ってたっけ。ちょっとまだ発売は分かんねえな。ゼルダの新作も2010、うん、間に合わせるって言ってましたね。あ、本当すか。何、じゃあ楽しみですね。楽しみ。1985年だから、そうだね、ちょうど来年に、ちょうどで30周年だ。30周年だからマリオの何か作品が、そうですね、来るんじゃないかなっていう期待はありますね、任天堂。スプラトゥーンとか面白そうなゲームもたくさん発表されてるんで、うん、その辺かな。 PS4 は2月にブラッドボーンとかもう出てますけど、ダークソウル2とか、まあ似たゲームですけど、死にゲー、うん、あとは来年こそディビジョンが来てほしいなっていう気がしますね。ディビジョンは本当に期待してる。頼むぞあとはそうだな、レインボーシックスシーとか、あとは延期になっちゃったバトルフィールドハードラインも、ハードライン来ますよね。そんなとこかな。うん、あと、4月かな、第3次スーパーロボット大戦と天国編がありますね。そうですね、うん、早期予約特典は煉獄編っていうのがあるらしいですよ。あれね、うん、そう、 Z と Z2 のオリジナルキャラのストーリーみたいな、ね、あ、地獄編と天国編をつなぐ間の話が、これ僕のチャンネル。あ、ごめんごめん。あ、ちょっとそれは後で一人でラジオ撮って。無理か。俺はちょっとスパルボの回はちょっと本当に無言で聞いてるだけなら。寝るなよ。うん。いないな。いいな、スパロボの話めっちゃ
熱弁してるところで俺はそれを聞くっていう、面白いじゃん。どっちが勝つかっていう、勝つ、俺がちゃんと聞けるか、うん、否かっていう。ないよ絶対。面白そうだな。いやつれえな、多分負けんな。負けるよ。それで地獄編がですねとか喋ってる時にもうグーガーグーガースピーめっちゃ出てるっていう。はい、まあ来年も楽しみですな。はい、どんなゲームが出るか、ここのラジオで言っとこう。来年ディビジョンが出たら嬉しい。何、来年ディビジョンが出たら嬉しい。年末に来るんじゃないかな、2015年の。はもうね、ずっと長い間楽しみにしてるからね、ちょっと早く来て、はい、2015に出ないって発表あったかな、ちょっと自信ないな。トム・クランシーですよ。あ、そうなんですか。トム・クランシーのディビジョンなんですよ。へえ。もしかしたらトム・クランシーってつくのが最後かもしれないですよね。ああ、まだ出てないんで外れちゃうかもしれないですけど楽しみです。ディビジョン知らない方はぜひ調べてみてください。動画を見たらこれはやばいってなりますよ。はい、ぜひおすすめでございます。ということでマグロさん申し訳ない、すごい時間喋ってしまいました。いやいや、楽しかったです。今年の2時間20分のラジオ、はい、終わりにしたいと思います。来年もまたいい年にしたいと思います。いいゲームに出会いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そして2時間我慢できた忍耐力のあるゲーバーマグロさんの動画のね、チャンネルのリンクも説明欄に貼っておきますので、こんな、ありがとうございます。こんな長い動画を、こんな長い話をね、聞ける人間はどんなゲームをしてるのかって見ていただけたらありがたいです。マグロさんのチャンネルもなんかちょい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 出てるんで、はい、ありがとうございます。はい、では今回はグッド、はい、はい、最後だ。はい、それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。はい、バイ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 。